ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、私、知ってはいけない真実を知ってしまったわ。な、何を知ってしまったんだ。うなぎって旬は秋から冬なのよ。夏に食べるより、もう少し後に食べる方が美味しいのよ。そうは言っても、旬なのは天然物のうなぎで、養殖は関係ないんだけどな。あれ、知ってたの、なのになんで冬にうな重ご馳走してくれないの。おごる理由はないし、夏の土用の丑の日に食べる習慣を作ったのは、江戸時代の平賀源内だって話は有名だろ。ああ、江戸一番の発明家で、息子を殺された恨みでテロリストなった人よね。銀玉の平賀源内な。そのモデルになった源内も発明家として有名だが、博物学者でもあり、鉱山技師でもあり、起業家でもあり、作家でもあり、コピーライターでもありと、各方面で活躍した人物だ。しかも、実はテロを幕府転覆を目論んでいたって説もある。何その人、活躍の仕方が漫画のキャラよりぶっ飛んでるわね。それじゃ今回は、江戸時代の天才か奇才か、はたまたテロリストか、平賀源内について解説をするぜ。ゆっくりしていってね。平賀源内は1728年、現在の香川県さぬき市で高松藩の奥倉番白石家の次男として生まれた。この時は八代目将軍徳川吉宗の治世だな。暴れん坊将軍だね。小さい頃から天才の兆しは見えてたの。そうだな、11歳の時に、おみき天神、ってからくり掛け軸を作成したとされている。天神様におみきを捧げると顔が赤くなる細工が施されていて、近所の子供たちを驚かせていたそうだ。すでにこの頃から発明だけではなく、早くもマルチな才能を発揮していく。13歳の時、範囲の下で本草学を学んだり儒学を学んだり、徘徊のグループに入って徘徊も行っていたんだ。いろいろな分野に手を出すって、好奇心が旺盛なのかしらね。ところで本草学って、本草学ってのは、中国で発達した薬になる植物や鉱物を研究する薬物学だ。日本では生物や鉱物を収集したり分類したりも含むようになって、珍しいものに触れる機会が多いこの学問は好奇心旺盛な源内にぴったりだった。当時は知られていない生物とかまだ多かったでしょうしね。1748年、源内が21歳の時、父が亡くなり家を継ぐと姓を平賀に改めた。仕事も父を継いで三倉番になるんだ。1752年に源内の将来に大きく影響を与える出来事が起きる。長崎への1年間の留学希望が許可されたんだ。好奇心旺盛な源内とって、これほど嬉しいことはなかっただろうな。三倉番って像を番する人でしょ。そんなつまらそうな仕事より断然楽しそうよね。長崎での1年間、源内は本草学やオランダ語、医学や油絵なんかを学んだようだ。この経験が源内の生き方を変えたんだろう。留学を終え帰ってきた源内は江戸に出ることに決めて仕事を辞めたんだ。浪人になった源内は妹に婿養子を迎えさえて平賀家の家督も放棄する。気持ちはわかるけど、もうちょっと将来を見据えて慎重に動いた方がいいんじゃ。ふるさとを立った源内は大阪と京都でも学び、1756年には江戸に登りると、本草学の大家、田村元雄に弟子入りし頭角を現していく。そしてついに源内の才能が発揮されたのが薬物の交換会、薬品会、だ。1757年に行われた第一回から源内が取り仕切り、会を重ねるごとに全国の物産も含め、希望を大きくしていったんだ。イベントのアイデアと仕切りを担当していたってことだね。ああ、この時の評判が高松藩の耳に入り、源内は再び家臣として登用された。だが源内は藩の家臣に収まって働くような器じゃなかったんだろう。また辞職したんだ。2回目でしょ、そんな簡単に辞められるものなの。いや、今回は自由と引き換えにペナルティも受けた。幕府も含め他の藩への登用ができない、士官を構え、っていう条件が付けられたんだ。正直、重い条件ではあるけど、源内には関係なかったかもしれないな。興味あることに対して自由に動ける方を尊重するっぽいもんね。1762年には第5回目の、薬品会、を開催した。規模はかつてないほどで、日本初の博覧会と言ってもいいくらいだ。これを成功させるためにどうすればいいか考えた源内は、日本全国からより多くの物産を集めすべく、こんなアイデアを出したんだ。まずは全国に引き札と言われるチラシを配り、各地に物品の取り次ぎ所を設置。さらに物品は江戸への着払いで送ればいいなど細部にわたりアイデアを巡らし、今までの2倍近い物産を集めることに成功した。やるわね。ちなみにこの後の話になるけど、源内は引き札を活用して、歯磨き粉の宣伝をし有名になっている。引き札にはお客さんを引きつける優れた広告コピーが掲載されていることから、源内は日本初のコピーライターと評されているぜ。うなぎもなんでしょ。そうだな、土用の丑の日にはうなぎを食べさせるキャッチコピーを考えたのも源内とされているな。
と言っても、歯磨き粉や清水餅といった商品のコピーを手掛けたのは確かなようだけど、うなぎについては源内が考えたって実証する資料がないんだ。もしかすると、別の人が考えたコピーなのかもしれないぜ。その人のせいで旬のうなぎを食べ損なってるってことだね。イベントや宣伝にアイデアマンとして活躍する源内は、産業の分野にも手を伸ばし始めた。1764年に依頼を受けた秩父の鉱山開発を行っている時、偶然にも石綿を発見するんだ。偶然って、そっか、鉱物の勉強もしてたから見抜くことができたのか。石綿で作った布は火に強く、中国では火寒布と呼ばれ重宝されているんだ。源内は早速見つけた石綿で布を作り幕府に献上しているが、特にここから発展することはなかったようだ。だが、これを機に源内は鉱山事業に着手し、廃鉱になっていた金山の再開発に乗り出した。うまくいくのかしら？幕府からも許可を得て大勢の人手を動員し大成功するかと思われたが、思ったより採掘量が少なく、3年で休業することになった。あらら、でもまだ諦めないでしょ。ああ、その後は秩父の鉄が取れる鉱山の再開発事業に着手するが、精錬がうまくいかずに断念した。失敗続きではあったけども、源内の知識は確かなものだ。1773年に秋田藩からの依頼で鉱山開発の指導を行っているな。この時に藩主に西洋画の技法を教えたともされている。鉱山技師として来た人が絵も教えるって、源内以外でできる人いるのかしら。さて、源内の代表作といえばエレキテルだ。1776年のこと、源内は壊れたエレキテルを修理して復元に成功している。聞いたことあるけど、電気か何か。エレキテルってのは、摩擦を利用した静電気発生装置のことだ。ハンドルを回すと静電気が発生し蓄電器に溜まっていく。その溜まった静電気を導線で外に放電させるって仕組みだな。なるほどね、それって何に使うの？当時、西洋では治療とか見せ物に活用されていたんだ。ただまだ日本では馴染みがないもの、源内もエレキテルを手に入れた時には、静電気の原理も何もわからず修理ができなかったそうだ。摩擦で静電気が発生するとか知らなかったら、どこがどう壊れているのかもわからないわよね。実際、源内も数年間は放置していたそうだ。その間、原理を学び、機械の仕組みを理解し、ようやく修理が可能になったんだ。源内はエレキテルを金持ち相手の見せ物にして人気を得たり、治療にも使用したとされている。今じゃ静電気なんて珍しくもないけど、当時は面白かったでしょうね。だがそれも長くは続かなかった。要は静電気で人を驚かすだけのもの、周りからは飽きられてしまった。そっか、ピリってくるだけだもんね、そりゃ飽きられるわ。こうして日本初の電気機器の修理と復元って功績を残したわけだが、源内が製作したものはエレキテルだけじゃない。他にも歩いた距離を測定する量定器や、タルモメートルと言われる温度計、それに羅針盤のようなものも製作しているんだ。現在でも珍しくもないけど、当時にしては画期的なものばかりだぜ。そうだね、全部スマホに入ってそう。それに源内は発明に限らず他の分野でも名前を残している。例えば戯曲においては風来三人の名前を用いて、風流指導剣伝、や、宝碑論、などを世に出し功労を得ている。宝碑、おなら。ああ、その名の通りおならについて語りまくる作品だ。さらに浄瑠璃作者としては福内気概の名前で、食産事業家では天竺浪人。生活に困って細工物を制作し販売していた時には品風にないといった名前で活動をしていた。どの名前も元ネタがありそうな名前よね。ちなみにこんな教科も残しているんだ。春も立ち、また夏も立ち、秋も立ち、冬も立つ間に、なえるむだまら。意味はここだと説明しづらいから、みんな自分で考えてくれよな。え、なんなの、むだまらってなんなの。こうして数々の分野で才能を発揮した源内だったが、晩年は気候が目立つようになり、癇癪を起こすことが多かった。だがまさか周りの人間も殺人を犯すなどとは思いもしなかっただろう。え、どうして殺人なんか。1779年のこと、大名屋敷の修理を請け負っていた源内は、泥酔していたせいで修理計画書を盗まれたと勘違いしたんだ。しかも盗んだのは大工の棟梁二人だと思い込み殺害に至った。何してんの？同じ年の11月に投獄され、翌12月に破傷風により獄中で亡くなった。52歳だった。なんかもったいない亡くなり方をしたわね。ある意味、最後まで普通じゃない生き方をしたとも言えるけど。源内と仲が良かった乱暴医の杉田玄白もそう思ったのか、墓碑に効果き残している。常識外れな人で、常識とは違うものを好み、常識とは違うことをした。だが死ぬ時くらいは普通に畳で死んで欲しかった。いきなり出てきたけど、友達いたんだね。ああ、玄白の解体新書も源内が手伝ったくらいだからな。葬儀も友達の玄白の手で行われたとされている。
だが一点、大きな謎があるんだ。不思議なことに葬儀に源内の遺体がないんだ。獄中で亡くなった源内の遺体の引き渡しを幕府が許可しなかったらしい。なんで、なんかひどいことになってたの。いや、まさかの歴史上の人物にありがちな生存説。そのまさかだな、源内は亡くなったことにして、実は当時の老中、田沼意次に預けられたという説がある。これまた突然出てきたわね、その人とも仲良かったの。意次の説明は省いていたからな。源内と意次による幕府転覆計画説を説明するためにな。そういえば冒頭で言ってたわね。意次が源内の評判を耳にしたのは、ちょうど、躍進会、が成功した時だった。意次は第9代将軍家重の治世に重臣として活躍し、農業に重んじていた政策から、商業へと転換させた人物。全国の物産を一斉に集めた源内のやり方は、意次との政策と合致したんだ。源内と申すか、あいつなかなかやりよるわいって感じかしら。意次は俵物、つまりは干しアワビやフカヒレなどの高級中華食材を輸出するための貿易物資や、ロシアとの交易により外貨を獲得。そして国内で統一されていなかった貨幣価値の統一を実現させ、経済を安定させた。お主もやるわね。だが当時はまだ上級武家の間では商業貿易を嫌い、外国やその文明への嫌悪を持つ者を多かったんだ。商業を重視し、海外との貿易を行い文明を主入したかった次には敵が多かったから。どこにも属さず自由に働いてくれるアイデアの塊のような源内は貴重な人材だったんだ。でも源内にメリットはあったの。もちろんだ、源内が各分野でどうやって活動していたのか。それは意次というパトロンがいたからこそ。資金援助を得ながら、源内は意次のために働いていたんだ。途中で話した鉱山開発も意次の意を受けてのことだぜ。そうよね、どこの藩にも使えることができない身分だもんね。収入は意次から出てたのか。意次は蝦夷地での鉱山開発を行っていたんだ。その間、ロシアと密貿易を企んでいたと書かれている文献が国立公文書館に保存されているらしい。突拍子もない話ではあるが、この文献から意次と源内はロシアと手を結び、幕府の転覆を狙っていたのでは、って推測する説があるんだぜ。うん、突拍子もないわね。もしも獄中で亡くなったはずの源内が生存していたとしたら、意次の元で何かしらの働きをしていたに違いない。それが幕府転覆なのか、それとも新たな発明なのか、何にせよ天才ぶりを発揮していたんだろうけど、凡人には知る由もないな。さて、これに程度時代に生きた天才、平賀源内の解説は以上だ。面白い人だったわね。今の時代に生きてたらどんなことをしたのか見てみたい気もする。そうだな、きっといろんなジャンルで活躍していただろうな。私ほどじゃないだろうけど。ほら、私っていろんなジャンルの動画に出てるし。そう考えたら私って源内越えの天才なのかも。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今回は、伊能忠敬、を紹介するぜ。初めて正確な日本地図を作成した人だよね。その通り、日本史で必ず出てくる有名な人物だぜ。ただ、伊能忠敬は日本地図作成以外にも多くの功績を残しているんだ。そうなの。そうなんだぜ。一般に知られている日本地図の作成は、今でいうところのセカンドライフでやったことなんだ。伊能忠敬には地図の作成以前に本領があって、そこでも素晴らしい功績を残しているんだぜ。それは知らなかったわ。それじゃ、そんな伊能忠敬の紹介を始めるぜ。わかったわ。伊能忠敬は延享2年1月11日、現在の千葉県山武郡九十九里町戸籍にあたる上総の国山部郡戸籍村の名主、戸籍家に生まれたんだ。父は酒造家の次男で、戸籍家には婿入りしていたんだぜ。6歳の時に母が亡くなると家は母の弟が継ぐことになり、婿養子だった父は兄と姉を連れて実家に戻るが、忠敬だけは戸籍家に残ったんだ。そこで読み書きやそろばん、将来必要となるかもしれない教養も教え込まれたんだぜ。勉強する機会が与えられていたのね。実際の時に父に引き取られると、その後は親戚や知り合いの元を転々としながらも17歳の時には医学を教わったという記録が残っているんだ。医学ってとても賢そう。宝暦12年、忠敬は下総国香取郡佐原村でも一、二を争う将家の伊能家に婿入りしたんだ。伊能家は酒や醤油の醸造、貸金業、利根水運などに関わっており、村の中でも大きな発言権を持っていたんだけど、当主不在の期間が長くて事業を縮小していたんだぜ。他方、伊能家と並んで大きな発言権を持っていた長沢家は、事業を拡大し伊能家と差をつけていたんだ。結構差がありそうね。忠敬は婿入りすると正式に伊能家を継ぎ、ここから忠敬による伊能家の再興が始まるんだぜ。明和6年、佐原の村で祭りに関わる騒動が起こる。騒動？毎年行われる祭りでは、各町が所有する出汁が引き回されるんだ。
ただ、当時サハラ村は不作続きで困窮していたため、倹約を心がけて豪華な出汁は慎むことに決めたんだぜ。しかしこれは守られず、むしろどの町が最初に出汁を出すかで言い合いとなり、収拾のつかない状態だったんだ。おお、もう？このまま祭りが始まると大騒動に発展すると判断した役人たちは、今年は出汁を出さない、と決定し、名主貢献という立場にいた井上忠敬と思う一人、長沢家の長沢次郎右衛門が各町に説得しに行ったんだぜ。これは役人さんたちの判断が正しいわね。二人の説得により、全部の町の同意を取り付けたんだ。ところが祭り二日目、次郎右衛門が説得したはずの町が金を破り出汁が引き回されたんだ。なんてことしてるのよ。忠敬に説得された側の人々は直ちに忠敬を問い詰め、忠敬自身も長沢家に赴き責任を追及したんだ。しかし、忠敬の対応だけでは納得がいかず、こちらも出汁を出すと強硬に主張したんだぜ。もう収拾がつかないわ。そこで忠敬は、このままでは大きな争いになるのは必死で町内に申し訳が立たないと感じたため、井上家は長沢家と、議決、すると宣言したんだ。議決？詳細は分かってないけど、長沢家と今後一切の付き合いをなくすという意味であると推定されているんだ。さすがにそんなことをされてしまったら村が持たないと慌てた村民たちは途端に忠敬の言うことを聞き始め、各町は出汁を出すことをようやく止めたんだぜ。事態を沈められたのね。当時の忠敬は24歳であり、とても大胆な策を打ち出したんだ。確かに大胆すぎるわ。その後、忠敬は比較的安定した生活を送り、天明元年には36歳で名主となったんだぜ。名主就任後、早速忠敬の腕が試される出来事が発生したんだ。天明3年、浅間山の噴火などに伴って天明の大飢饉が発生し、サハラ村もこの年米が不作となった。すると忠敬は他の名主らと共に年貢についての配慮を願い出たんだぜ。村民ファーストの姿勢、素晴らしいわ。結果、この年の年貢は全額免除となっただけでなく、救済金の確保にも成功したんだ。また、利根川の堤防に関する事業では、忠敬は堤防工事を指揮するとともに鉱材を安く買い入れることで、工事費の節約の面でも手腕を発揮したんだぜ。とても優秀じゃない。そして天明4年には、名主の役を免ぜられ新たに村方貢献の役を命じられたんだぜ。村方貢献、名主を監視する権限を持つ役職なんだぜ。これは長沢次郎右衛門もついていて、この役についたことで井上家は長沢家と肩を並べるようになったんだ。本当に忠敬の活躍があってこそね。忠敬が出世する一方、村民たちの生活は依然として苦しいままだった。浅間山の噴火以降サハラ村では毎年不作が続いており、天明5年。忠敬は米の値上がりを見越して噴火の影響をあまり受けていない関西方面から大量の米を仕入れたんだ。しかし米相場は予想に反して下がり続け、井上家は多額の損失を抱えてしまう。大丈夫なのかしら？周囲からは今のうちに米を売り払って、これ以上の損を防いだ方が良いと忠告されたけど、忠敬はあえて米を全く売らないことにしたんだ。もしこのまま米価が下がり続けて大損をしても、その時は本宅を貸し出して、自分は裏の畑に家を建てて質素に暮らしながら借金を返していこうと考えていた。結構な覚悟ね。この年、利根川の大洪水によってサハラ村の農業は大損害を受けてしまう。あらら。忠敬は村の有力者と相談しながら、貧困で暮らすにもままならないものを調べ上げてもらい、そのような人には特に重点的に施しを与えるなど身銭を切って米や金銭を分け与えるなど貧民救済に取り組んだんだぜ。すごい手厚い保護よ。翌年もこうした取り組みを続け、村やその周辺の住民に米を安い金額で売り続けたんだ。え、翌年もやっていたの？すごい体力があったのね。このような活動によって、サハラ村からは一人の餓死者も出なかったんだぜ。素晴らしいわ。全世界の為政者に貧困対策の事例として見てほしいわね。さらに、村が危機を脱したところで、忠敬は持っていた残りの米を江戸で売り払ったんだ。これによって多額の利益を得たんだぜ。今なら株でも大成功してそうね。この頃、忠敬の長男である影高派青年を迎えており、忠敬派影高に家督を譲り、自分は隠居して新たな人生を歩みたいと思うようになっていたんだ。当時の忠敬は歴学の本を取り寄せて勉強したり、天体観測を行ったりして日々を過ごし、仕事は実質的に影高に任せるようにしたんだぜ。歴学？天体の運行の観測や暦を作ることに関する学問のことだぜ。そして寛政6年、忠敬はついに隠居生活を始めたんだ。ついにセカンドライフが始まるのね。さて、ここから日本史の教科書にも記載されている後半生、日本地図の作成に取り掛かるんだぜ。忠敬が家督を譲ったのは49歳の時で、その翌年に忠敬は江戸へ出たんだ。
ちょうどその頃、江戸では民間で高い評価を受けていた高橋義時らを幕府に招き、暦を改める事業が行われていたんだぜ。彼らの出府は寛政7年の春頃、ちょうどこの時期は忠敬が江戸に出た時期と重なっているんだ。ほぼ同時期に江戸に集まったのね。同年、忠敬は高橋義時の弟子となったんだ。50歳の忠敬に対し、師匠の義時は31歳だったんだぜ。師匠からすると遠慮しそうよね。寛政9年には新たな暦が完成していたんだけど、義時はこの暦に満足しておらず、暦をより正確なものにするために地球の大きさや日本各地の経度、緯度を知ることが必要だと考えていたんだ。一方この頃、恵比寿ではロシアの圧力が強まっており、義時はこうした北方の緊張を踏まえた上で、蝦夷地の正確な地図を作る計画を立て、幕府に願い出たんだぜ。蝦夷地を測量することで地図を作成する傍ら、距離も求めてしまおうという狙いなんだ。もしできたら一石二鳥ね。この事業の担当として忠敬が当てられた。ただ、義時の提案は幕府にすんなりとは受け入れられず、幕府は寛政12年。測量は認めるものの蝦夷地までは船での移動が指示されたんだ。しかし船で移動となると、道中に距離を測るための測量ができないため忠敬と義時は、陸路を希望し、地図を作るにあたって戦場から測量したのでは距離がうまく測れず、入江などの地形を正確に書けないなどと訴えたんだぜ。さて、どうなるかしら。その結果、測量器具などの荷物の数は減らされたものの、希望通り陸路を通っていくことが認められ、同年には幕府から正式に蝦夷測量の命令が下されたんだぜ。忠敬一行は春頃に江戸の自宅から蝦夷地へ向けて出発したんだ。忠敬は当時55歳で、寒くなる前に蝦夷地測量を済ませたいということもあって、1日におよそ 40km を移動しながら測量したんだぜ。55歳で毎日 40km も歩くなんて凄まじいわ。一行は海岸沿いを測量しながら進み、夜は天体観測を行った。海岸沿いを通れない時は山越えをした上に、恵比寿の道は険しく、測量すらままならなかったところも多く、本州のような宿もないために、宿泊は役人の仮家を利用したんだ。結構測量って過酷なのね。そして同年の秋頃には人々が出迎える中、江戸に到着したんだ。第一次測量にかかった日数は180日、うち蝦夷地滞在は117日だったんだぜ。半年もかかったのね。その後、データをもとに地図の制作にかかり、約20日間を費やして地図を完成させたんだ。完成した地図は幕府に提出されると、高く評価されたんだぜ。そして翌京和元年、第二次測量として伊豆、東日本東海岸での測量が実施されたんだ。帰ってきてすぐに次の測量か。年末に第二次測量を終えると、地図は第一次測量のものと合わせて、大図、中図、小図の3種類が作られたんだ。その後は京和2年の第3次測量で、東北日本海沿岸を、京和3年の第4次測量で東海、北陸地方を測量したんだぜ。ただ、文化元年、義時が亡くなってしまうんだ。あら、残念ね。義時の死後、忠敬は毎朝義時の墓の方角に向かって手を合わせたみたいだぜ。忠敬らは第1次から第4次までのデータから東日本の地図を作る作業に取り組み、文化元年、日本東半部沿海地図としてまとめ上げたんだ。この地図は同年9月6日、江戸城大広までつなぎ合わされ、将軍徳川家斉の上覧を受けたんだけど、忠敬は身分の違いによりこの場には出席していないんだぜ。一番の功労者がいないのもなんだか変ね。初めて地図を見た家斉は、その見事な出来栄えを称賛したのではないかと言われているんだ。その後、幕府の直轄事業として西日本の測量も計画され、測量隊員の人数が増えた上、測量先での反応受け入れ体制も強化され、今まで以上の協力が得られるようになったんだぜ。それは心強いわ。当初の予定だと、本州の西側と四国、九州、さらには対馬、壱岐などの離島も含めて、33ヶ月かけて一気に測量してしまおうという大計画だったものの、実際は西日本の海岸線が予想以上に複雑だったこともあって、4回に分けて、期間も10年程度要したんだ。うわぁ、ものすごく大変だったのね。文化2年にかけて第5次から第8次測量が行われたんだ。第5次では近畿、中国地方を、第6次では四国地方を測量し、第7、第8次の2回の測量にわたって九州地方の測量が行われたんだぜ。その後、文化12年から行われた伊豆諸島を測量する大窟儀測量には、高齢を心配されて忠敬は参加しなかったものの、同時期に行われた江戸府内を測量する第10次測量には参加したんだ。この時忠敬は71歳だぜ。71歳？パワフルすぎるわ。
さらに、以前測量した東日本の測量は西日本の測量と比べて見劣りがすると感じた忠敬は、もう一度詳しく測り直す計画を立てたんだ。え、まだ測るの？しかし幕府はこれを採用せず、代わりに江戸の地図を作るよう命じたんだ。こうして各地での測量作業を終えた忠敬からは、最終的な地図の作成作業に取り掛かったんだぜ。地図の作成作業は、当初は文化14年の暮れには終わらせる予定だったものの、この計画は大幅に遅れてしまったんだ。一体なぜかしら？各地域の地図を1枚に合わせるときにうまく繋がらず、その修正に手間取ったためと考えられているんだ。忠敬は資料を作り始めたものの、同年秋頃から喘息がひどくなり、病床に着くようになったんだぜ。もう70歳を超えているんだものね。それでも文化14年いっぱいは地図作成作業を監督したり、弟子の質問に返事を書いたりしていたんだ。しかし、翌文政元年になると急に体が衰え、4月13日、忠敬は弟子たちに見守られながら74歳で生涯を終えたんだ。道半ばでの死なんて相当無念だったろうね。そうだな。以上が伊能忠敬の生涯だぜ。地図作成に関しては、忠敬の死後も義時の息子であった高橋景康を中心に、忠敬の死が隠されたまま進められたんだ。そして文政4年、大日本沿海予知全図と名付けられた地図はようやく完成し、忠敬の孫の忠則と景康らは登場し、地図を広げたんだぜ。その後、忠敬の死が発表されたんだ。孫らが石を継いだのね。また、忠敬は死の直前、私がここまで来ることができたのは義時先生のおかげであるから、死んだ後は先生のそばで眠りたい、と語っていたんだ。そのため墓地は高橋義時、景康父子と同じ寺にあるんだぜ。理想的な師弟関係よ。ちなみに、忠敬が作成した地図はその後、国家機密として取得されたものの、文政11年にシーボルトがこの日本地図を国外に持ち出そうとしたことが発覚するんだ。これに関係した日本の蘭学者などが処罰されるシーボルト事件のきっかけとなったんだぜ。また、明治期に新たな地図に置き換えられるまで使われていたんだ。そんなに正確なものだったのね。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。マリサー。え、なんで半泣きなんだ？昨日さ、友達と美術館に行ったのよ。それでね、私が割と知ったかぶってたの。うん、それが原因だと思う。最後まで話聞かなくてもわかるわ。その後にカフェでお茶をしたのね。そしたら知ったかぶりがバレてたらしくて、その後のカフェでの時間は地獄だったわ。それで？さっきそのことを思い出したらさ、なんで知ったかぶりなんかしちゃったんだろうって、悲しさだか悔しさだかもうよくわからなくなっちゃって。なるほどな。じゃあ後に詳しくなればいいんじゃないか？なれるかな？正直な話、アートとかどうでもいいってレベルなんだけど。じゃあなんで美術館とか行ったんだよ。まあ、そんな霊夢はまず興味を持つところからだ。ということで、今日は葛飾北斎の逸話について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。葛飾北斎って誰？って人のために、まずは生い立ちから話しておくぜ。そんな人いる？さすがに私でも知ってるわよ。よし、じゃあ今日は私に代わって霊夢が解説を頼む。うん、そこまでは知らないから。名前だけだから。だよな。葛飾北斎は生涯に3万点もの作品を残して、その革新的な作風から浮世絵界はもちろん、世界にも多大な影響を与えた浮世絵師だ。1998年に刊行されたアメリカのライフ誌ではこの1000年間で偉大な業績を挙げた人物100人に日本人で唯一選ばれた人物でもあるんだぜ。北斎さんもまさかこんなことになるとは思ってなかったでしょうね。だな。また、日本の漫画の歴史は北斎から始まっていると言われてるくらいだ。この人が漫画の原点なの？それは興味深いわね。出身地は武蔵野国葛飾郡本所割下水で、1760から1849年の88歳まで活躍したぞ。この時代にしてはさ、かなり長生きしてるじゃん。酒とかも飲まなかったらしいぞ。そして本名は川村鉄造で、葛飾北斎というのは彼が名乗る画豪のこと。いわゆるペンネームだな。え、そうだったの？それは知らなかった。詳しい経緯は語られてないけど、まず北斎は4歳から幕府御用達の鏡職人である中島伊勢の養子となったそうだ。それで将来は鏡職人となるのかと思いきや北斎は当時、木版技術の発達で多彩な作品が登場しだした浮世絵の世界に没頭するようになるぜ。鏡職人になってたら、雑誌に選ばれてなかったかもね。だな。それで浮世絵の世界に没頭した北斎は中島家の家督をその家の実子に譲って、14歳の頃には家を出てしまったんだ。そして北斎は貸本屋にて住み込みで働くようになって、仕事の合間に本の挿絵などを見ながら絵を学んでいったそうだぜ。かなり浮世絵に見入られたっぽいわね。羨ましいかも。
霊夢はそういうのないのか？うん、食べ物くらいしか思いつかない。だったら、一生永遠に飽きるまで没頭して食べ続けたらいいじゃないか。極端か。まあそれで、その後は木版彫刻師に弟子入りした北斎。そこで版画に使う木材の技術を学んでいったんだ。なんとかして浮世絵師になりたかった北斎。18歳の頃に当時の人気浮世絵師である勝川春章に弟子入りをするぜ。ここで何かありそうな予感がするわ。長年の勘がそう言ってる。それから19歳の頃には勝川春郎の画号をもらって瀬川菊之丞の政宗娘を蓮という役者絵で念願のデビューを果たすことに。うんうん。だけど北斎の絵の探求心は一流派の教えだけでは満たされるようなことはなかった。だから彼は他の流派である狩野派や西洋画の技法なども積極的に学んでいったんだけど、一説によると他の流派を積極的に学びすぎたことで破門を言い渡されてしまうんだ。ほら、二つと悶着。私の勘は鋭いのよ。なんで嬉しそうなんだよ。でも周りから才能は認められてたんでしょ。いや、北斎は1年で画号を与えられて作品を出しているところから、勝川派でも才能が認められていたのかと言われるとそうでもなかったんだぜ。ある時、北斎が絵を描いているのを見た兄弟子がこんな下手くそが浮世絵師を名乗るだなんてなどと言いながら北斎の絵を破いてしまったこともあったそうだ。最初から天才ではなかったパターンの人だったか。後に北斎はこの時のことを振り返り、絶対に日本一の絵師になって見返してやると思ったんだとか。そして勝川派を追い出された北斎は独立して自分はどの流派にも属さないことを宣言するんだ。おお、もう自由にのびのび絵が描けるわね。45歳の頃に葛飾北斎の画号を名乗るようになってからの作風は革新的を極めているぜ。かなりたくさんの作品があるけど、有名な作品で言うと北斎漫画や富岳36景の神奈川沖浪裏などだな。北斎漫画って聞いたことあるかも。霊夢ですら知ってるほどだから、やっぱり北斎はすごいよな。どういう意味よ。さらには120畳にも及ぶ大きなだるまの絵もこの頃に描いていて、45歳以降の北斎はまさに革命続きだぜ。120畳の絵？そんな巨大な絵を北斎さんは描いたの？そうだぞ。そんな絵にひたむきに向き合い続けた北斎だったんだけど、自身の画力に満足する日は訪れなかったそうだ。そして1849年の88歳にしてその生涯を終えて、死に際にあと10年生きられればなどと言っていたそうだ。あれだけの作品を残して、最後まで自分の絵に満足しなかったとか職人すぎるでしょ。あと北斎の功績といえば、化成文化の代表者だったことや海外の芸術にも影響した、ジャポニスムの世界的大流行を生み出したことだな。それと当時の大衆文化を現代に伝える、北斎漫画を残したことなどが挙げられるぜ。世界にまで影響を及ぼす北斎さん。このように現代からしてみても、とてもすごい功績だと言えるんだけど、私生活においては北斎は奇人だと言われていたりするんだ。そうなの？私とどっちが奇人かしら？で、誰が奇人よ。終わったか？満足した？うん。続けてちょうだい。実は北斎は生涯で93回もの引っ越しをしているんだ。葛飾北斎伝によると、1日に3回も転居したこともあるのだとか。え、93回？一体どういうこと？一般的には、北斎は絵を描くことに明け暮れて部屋の掃除を全くしなかったから、家が荒れるたびに引っ越していたと言われているぞ。北斎さん、ゴミ屋敷の原点でもあったか。だな。だけど長寿で知られている北斎でも、年老いてからの引っ越しはかなりの重労働だったはずだ。それに部屋の汚さが引っ越しの理由だとしたら、1日に3回も転居するほど荒らす方が難しそうだと思うぜ。確かに、長生きって言っても、体力は衰えるもんね。うん。この過剰な引っ越しは、どうやら時代が関係してるっぽいんだ。浮世絵やシャレ本など、様々な庶民文化が花開いた江戸時代だけど、その道のりは決して平坦なものではなかったそう。何何？あんまりいい雰囲気じゃないわね。北斎の生きた江戸時代には享保の改革、寛政の改革、天保の改革といういわゆる三大改革が行われたんだ。これらの改革では質素倹約や武芸が奨励されたほか、出版や風俗が厳しく制限されたぜ。あらら、それって絵を描く人は大変なんじゃない？だな。特に老中の松平定信による寛政の改革では、美人画で名を馳せた北川歌麿が手鎖50日という重い刑に処されて、失意の中54歳で病没。さらに下作者の三刀教伝らが処罰されたほか、版元の蔦屋十三郎は財産の一部を没収されて大打撃を受けたそうだ。めっちゃ時代の被害受けてるわね。これらの財産を没収された蔦屋十三郎、手鎖に処された北川歌麿の霊を見るに、北斎は幕府の弾圧を逃れるために転居を繰り返していたと推測することもできると思うんだよ。その線もありね。
やるわね、マリサ。そして葛飾北斎という呼び名は、実は彼の数ある画豪の一つに過ぎないんだ。ってことはさ、まだ呼び名があるってこと？だな。川村鉄造という本名を持つ葛飾北斎。そして勝川春郎の名で役者絵を発表した後、彼はなんと30回も画豪を変えているぜ。いや、変えすぎでしょ。主なものは総理隊と一つなどで、中には画狂老人卍という強烈なものまで存在するぞ。画狂老人卍？でもなんでそんなに名前を変えてたの？一説によるとな、世の中に自分の実力を問うためと言われているぜ。北斎はネームバリューじゃなくて、絵画自体の価値を世間に判断して欲しかったんじゃないか？なるほどね。親の存在を隠して活躍する二世タレントみたいな感じね。まあイメージ的には間違ってはいないけど、あと北斎が奇人と言われるゆえんは、まず人の言うことを聞かなかったそうだぜ。自己中だったの？まず北斎は絵の天才だったわけなんだけど、江戸時代には芸術家という職業はなかったんだ。だから絵師の仕事は、注文通りに絵を描くことになるな。うんうん、素直にね。だけど北斎は自分の好きな絵を描きたいという主張を貫き通して、よくトラブルを起こしていたんだとか。画が強すぎたのかな？当時大人気だった小説家である曲亭馬琴から本の挿絵として草履を口に加えた人を描いてほしいという注文を受けた北斎。その注文に対してそんな汚い絵が描けるか。お前が草履を加えて見やがれと切れて拒否。馬琴とは当然大喧嘩。うわぁ、組織で生きていけないタイプ。他の小説家に対してもお前の本が売れてるのは、俺の絵のおかげだと高飛車な態度をとって絶好される始末だったらしいぜ。そして北斎はお金にもルーズだったそう。あら、そこはちゃんとしておかないと痛い目に。もらった原稿料を袋ごと放置していたらしい。そして家賃などの集金が来ると、なんと袋ごと投げて渡していたそうだ。だから売れっ子になっても貯金すらできなかったとか。映画はどうでも良さそうな感じの人ね、北斎さん。ちなみにそんな北斎に耐えきれずに妻は出て行ってしまったんだけど、娘の葛飾葵は北斎が大好きで北斎を手伝うようになったんだ。だけど葵も北斎に似てだらしがなかったから、北斎の家はますますゴミ屋敷となっていって、二人はゴミの中でひたすら絵を描いていたそうだぞ。映画はダメ親子。あと引っ越しの理由と関わってそうなんだけど、どうやら北斎は借金取りから逃げていたらしい。さすがにルーズすぎない？しかも残念なことに、実際に彼が版元から借金をした時の証書も現存している。確定した。70代の頃には、北斎は人気絵師で原稿料も高かったんだけど、返していた主な借金は、博打にはまった孫が作ったものだったんだ。特に60代なんかは娘の離婚や妻の死、さらには自分自身も脳卒中で倒れるなど、家庭的には波乱の時期だったそう。奇人で激動の人生を歩んだ人だったわね。イメージなかったわ。これで葛飾北斎の逸話についての解説は終わりだぜ。どうだ？興味持てたか？うん、興味は持てた。だけど肝心の絵に関する部分の話じゃなかったわね。何を甘いこと言ってるんだ？その程度の関心しかない霊夢に絵の話なんか早いに決まってるだろ。そもそもな、アートっていうのは、やばい、マリサのアート魂に火をつけたかも。であるからして、すなわちアートと人間っていうのはすごく密接な。もう意味わからないこと言い出してる。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ？どうした霊夢？物事の始まりって面白いと思わない？どうした急に？宇宙の始まりはビッグバンでしょ？って言われてるな。人間の始まりはアダムとイブでしょ？そういう神話もあるな。そんな感じで、始まりブームが私の中で来てるのよ。なんだよ、始まりブームって、マイブーム独特すぎだろ。別に良いじゃない。よし、だったらとっておきの話をしてやろう。ということで、今回のテーマは渋沢栄一についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは渋沢栄一がどんな人物なのか、というところから行くぜ。うん、よろしくね。渋沢栄一は、近代の日本経済を築いて日本資本主義の父と呼ばれる、1840年生まれの実業家だな。日本資本主義の父ってかっこいいわね。そうだな。彼は埼玉県の田舎の農家出身ながらも、海外への渡航経験を経て、大蔵省の役人となるんだ。やるわね、田舎者なのに。そういう言い方をするんじゃない。すごい人なんだから。ごめんなさい。その後、大蔵省を辞めて第一国立銀行と呼ばれる日本で最初の銀行設立に携わって、完成した後は銀行の代表者となっている。今はみずほ銀行って名前になっているぜ。え、あのみずほ銀行？そうだぞ。知らなかっただろ。うん、完全に舐め切ってた。また、第一国立銀行以外にも、現在の三井住友銀行や多くの地方銀行の設立にも関わったんだ。もうすでにすごい感じが伝わってくるわ。まだまだ序盤だ。これからだぞ。
さらにそれ以外にも、東京海上日動火災保険、日本製紙、東急、帝国ホテル、東京証券取引所、札幌ホールディングス、キリンホールディングスなど、生涯で470社もの企業に携わってきたぜ。さっきの田舎者発言、かなり後悔してる。これからは気をつけろよ。そのような活躍が評価されて、歴史に名を残す偉人となった渋沢栄一。2024年度から1万円札の顔となることが発表されたぜ。お札になるって偉人中の偉人じゃない。1984年に聖徳太子から福沢諭吉になって以来、40年ぶりの変更となっているぞ。おお、ちょっと楽しみだわ。そんな渋沢栄一は1840年に現在の埼玉県深谷市に生まれたんだ。家は養蚕や米野菜の生産から、専用の販売まで幅広く営む裕福な農家で育つぜ。うんうん。19歳で学問の師だった小高篤忠の妹である千代と結婚。22歳で江戸に出て儒学者の海保漁村の元で学び始めるんだ。10代で結婚してるのね。うん。それから24歳で京都に出て徳川慶喜の家臣となって、彼の警護に当たったり、海外渡航を経験したりしたぞ。若い頃から勉強熱心だったのね。そして1868年、大政奉還が起こって明治政府が樹立すると、大隈重信に敬献を買われ、大蔵省に入省することに。それから官僚として日本の経済に携わり、4年後に退職するんだ。官僚になったのに4年で辞めちゃったの？だな。その後34歳で大蔵省を退職した渋沢栄一は、第一国立銀行の頭取、つまり代表者となる。株式会社の創設や育成に力を入れて、生涯で470社もの企業の創立に携わったんだ。470社？すごい数ね。また、大学などの教育機関の創設や社会事業などにも関わって、日本赤十字社の設立にも注力したんだぜ。渋沢栄一が関わった社会事業に関しては600にもなるという。600って？そして1931年、92歳でこの世を去ることになるんだ。こんなに働き詰めでも、ここまで長生きできたことに驚きだわ。休む時はちゃんと休んでたんだろ。渋沢栄一は、なんで470社もの企業を次々と設立していったんだと思う？ん、金の亡者だったから。やめろ。反省してないのか？ごめんなさい。彼は当時必要とされていたものやサービスを社会に提供して、日本の国力を高めようとしていたんだ。自分が儲けるためだけでなく、みんなで豊かになろうとしたところが渋沢栄一の偉大なところだったわけだな。こんないい人だったなんて、ほんとごめんなさい。もう変なこと言うなよ。ちなみに彼の著書である論語とソロ版では道徳に基づいた利益を追求すること、自分よりも他人を優先し、社会の利益を一番に考えることと論じているぜ。なんかあれだね。やめろ、何も言うな。次は渋沢栄一の功績について話していくぞ。うん、お願い。まずは実業家として470社もの企業設立に貢献したことだな。改めて思うけど、これ言おうよね。ああ、470社という数の企業の設立に携わった実業家は、おそらく渋沢栄一しかいないだろうと言われているくらいだ。これが渋沢栄一が近代日本経済の父と呼ばれている理由の一つとなっているわけだな。私もなんとかの母を目指すわ。目標が曖昧な時点で無理だ。さらに設立した企業が、今でも有名な企業だというのがすごいところで、業種も様々となっているぜ。いろんな才能があったのかしらね。あとは大学の設立や教育事業にも貢献していたところだ。渋沢栄一は企業の設立だけじゃなくて、大学の創設や教育事業にも大きな貢献をしているぜ。そっち方面も手出してたか。うん。例を挙げるならば現在の一橋大学。創立当時は商法講習所と呼ばれ、実業界で活躍する人材を養成するための日本初の教育機関だったそうだ。また、現在の日本女子大学の前身である日本女子大学校の設立にも貢献していて、校長も務めていたんだぜ。すごいわね。何でもできるのね。彼が生涯で関わった教育、社会事業の数は600以上にもなるくらいだからな。そして世界遺産である富岡製糸場の設立が大きいだろ。あれって渋沢栄一が作ったものだったの？そうだぞ。建設当初から富岡製糸場の設置主任となって、伊藤博文と共に建設計画を推進したんだ。渋沢栄一は、当時高い技術力を持つヨーロッパの親い外国人を積極的に採用して、工場設計や技術者の採用を依頼したわけだな。外国をも視野に入れて日本を良くするのね。当初の目的こそヨーロッパの技術を導入して、生産性を高めることだったんだけど、時が経つにつれて、最先端の製糸技術が富岡製糸場に結集するようになるんだ。そしてここでの高い技術や品質が世界で高く評価されて、世界へ広がっていったわけ。止まらないわね、渋沢栄一。さっきも話したけど、日本初の株式会社第一国立銀行を設立も忘れてはならない。1873年に日本初となる株式会社第一国立銀行を創設。この時代では当たり前となっている株式会社の始まりは、渋沢栄一がもたらしたものだぜ。そうだったのね。
国立銀行条例に基づいて設立された第一国立銀行は、日本初の株式会社かつ国立銀行。戦後の債権合併を経て第一勧業銀行へ名前を変えて、現在でおなじみのみずほ銀行へ継承されていったんだ。なるほどね。また、渋沢栄一は第一国立銀行の設立を機に、増設された国立銀行の指導や支援も積極的に行い、現代日本の銀行制度の基盤を作ったとされているぜ。じゃあ渋沢栄一がいなかったら、みずほ銀行はなかったかもね。まあそう言っても過言ではないかもな。続いて東京ガスの前身東京ガス会社を設立だ。と、東京ガスも？うん。現代日本のライフラインとなっている東京ガスの前身は渋沢栄一によって作られたものなんだぜ。最近で一番びっくりしたかも。当時の大衆には受け入れがたかったガス灯の普及に尽力するんだけど、赤字続きの収支や電灯の登場によりガス事業自体を畳む窮地に追いやられてしまう。だけどそこで諦めず、改善を重ねて事業を持ち直すことに成功したんだ。やるわね。官用だったガス事業を高値で民間へ払い下げて、民用へ移行してからも普及するまで手塩にかけてガス事業を成立させたんだぜ。半端ないわね、この人。あとは焼け野原だった銀座を日本一の繁華街にしたのも渋沢栄一だな。セレブが集う高級繁華街銀座のブランドイメージは彼が作ったものだ。もう神様みたいだね。1872年に起こった銀座大火で焼け野原となった銀座一帯。渋沢栄一と井上薫が銀座の修復改造計画を進めることになったんだ。うんうん。そして親とい外国人の力を借りつつ建築物を西洋風にして、近代に見合う街並みへと作り上げていくわけだな。その後に新聞社が銀座へ進出したことで、情報の集まる中心地へと発展を遂げ、日本最先端の土地へと生まれ変わっていったんだ。もう褒め言葉が出てこない。大丈夫、無理するな。あと渋沢栄一には逸話もあるぞ。ここまでの人ならあるでしょうね、逸話くらい。うん。まずは14歳で商売の才が開花って話だ。渋沢栄一は、14歳にして商売の才能に目覚めたらしいぞ。中学生ね。遊びたい時期真っ盛りよ。普通はな。だけど彼は幼い頃から家業である藍玉の製造、販売、量産を手伝っていたんだ。藍玉？藍玉っていうのは、藍の葉を発酵させて薄でついて固めたものだ。染料を持ち運びやすくするために作られていたんだ。さすが物知りマリサ。そしてある日、父の不在に代わって藍の葉の買い付けを任されることになった。ほうほう。大量に積まれた藍の葉を前にした渋沢栄一は、類稀なる選別能力を発揮。良質な藍の葉を買い付けるその姿に、農家の人々はかなり驚いたそうだ。大人を驚かせるほどの才能ってなかなかよ。初の買い付けを見事にやってのけた渋沢栄一。これを機に商売の楽しさを実感するわけだ。おそらくだけど、藍の目利き名人だった父の仕事を、普段からよく観察していたのが功を奏したんだろうな。観察の才能があったってことでもあるわね。うん。当時に父親が家を開けなければ、この才能は目覚めていなかったのかもしれない。そう考えると歴史って面白いね。だな。次は渋沢栄一の子孫についてだ。あ、気になるかも。だろ。渋沢栄一の子孫は全部で100人以上と言われていて、女性関係が派手な人物だったんだぜ。意外とチャラかったのね。まあ事実だからしょうがないな。目かけと呼ばれる愛人が複数人いて、渋沢栄一が妻との間に儲けた子供7人と愛人たちが産んだ子供を合わせると、20人以上の子供がいたと言われている。え、想像を超えてたんだけど。そのため、渋沢栄一の血を受け継ぐ子孫は100人以上ということになるんだ。この人、良い意味でも悪い意味でも度を超えてるわね。そんな渋沢栄一は1931年に亡くなるが、子孫たちが自分の財産管理で揉めることを心配していたそう。金額も度を超えてたんでしょうね。ああ。だから1891年に渋沢一族の財産管理をする渋沢同族会を結成するんだ。さらに1916年にこの同族会は渋沢同族株式会社を設立して、持っていた株式や一族の資産をこの会社の保有物としたんだぜ。というわけで、渋沢栄一、ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、この前初めて鬼滅の刃を見たんだけど、主人公の炭治郎ってとても魅力的なキャラだよね。そうだな。家族思いな上に誰に対しても優しいし、努力家で精神的にも優れているからな。それもいいけど、やっぱり必殺技が最高なのよ。特に、セイセイルテンって強すぎだって。セイセイルテン、か。その技には元ネタがあったって知ってるかい？そうなの？日本画の巨匠、横山大観が描いたセイセイルテンだぜ。名前まで一緒なのね。そういえば、横山大観って聞いたことがあるわ。日本史の教科書にも載っているからな。誰しも一度はこの無画を見たことがあると思うんだぜ。この二つって、同じ作者なのね。横山大観が描いた作品はまだまだあってどれもかなり有名なものなんだけど、彼の生涯や人物像に関しては作品とは違ってあまり知られていないんだ。確かに名前は聞いたことがあるけど、どんな人なのかは全然知らないわ。じゃあ今回は、あまり知られていない横山大観について紹介していくぜ。わかったわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。横山大観の生涯。
横山大観は1868年、水戸藩士坂井捨彦の長男として生まれたんだ。大観というのは雅号、つまりペンネームみたいなもので本名は秀丸だぜ。大観って本名じゃなかったのね。また、横山姓を名乗るようになったのは1888年に母方の縁戚である、横山家を継ぐために養子になってからのことなんだ。当時20歳の秀丸は海外に興味を持っており、私立東京英語学校で英語を学んでいたんだぜ。絵画には興味なかったの？東京英語学校在学中に、洋画家の渡辺文三郎から鉛筆画に関して少し学んでいたらしいんだ。ただ、ちょうどこの頃に官立の美術学校である東京美術学校現在の東京芸術大学美術学部が、創設されるという話を聞いた秀丸は、突如として画家を志すと父の友人から3ヶ月ほど教えを受けただけで受験に臨んだみたいだぜ。たった3ヶ月しか勉強してないの？ああ。しかも、見事に合格しているんだ。すごすぎ、そりゃあ巨匠と呼ばれるわけよ。1889年に東京美術学校の一期生として入学すると、同校では岡倉天心や橋本画報といった名だたる画家の指導を受けたんだ。二人ともかなりのビッグネームじゃない。卒業後は京都に移りフランス絵画の研究を始めると、この時期から画報の大観を用いるようになったほか、1896年には母校である東京美術学校の助教授に就任しているんだ。1897年に発表した無川同級生の幼少時の様子を想像して描いた作品であり、翌年には屈原で中国戦国時代のその屈原を描くとこれらの作品で大観の名を広く知らしめたんだぜ。1888年に画家を志したんだから、まだ10年しか経ってないじゃない。そうなんだぜ。その後、日本美術院の創設に参加した大観は東京美術学校の一期後輩である菱田春草と、西洋画の画法の研究を重ね、新たな画風を取り入れた絵画を次々に発表したんだ。しかし、当時の画壇は保守的な風潮がかなり強く、それらの作品は激しく非難されたんだぜ。出る杭は打たれるとも言うし、革新的なものってどうしても非難されがちだよね。このように、国内での活動が行き詰まりを見せ始めたため、大観は春草と共に海外に出て展覧会を行うと海外ではかなり高く評価されたんだ。これを受けて、ようやく日本国内でもその画風が評価されるようになったんだぜ。非難にくじけず、海外に出て本当良かったわね。その後は文展とも呼ばれる文部省美術展覧会の審査員に就任したほか、西洋画の鮮やかな色彩にリンパとの共通性があることを見出すと、大正時代に起こったリンパブームを牽引したんだ。また、1913年には活動が滞っていた日本美術院を再興したことから、日本画壇の重鎮として確固たる地位を築いたんだぜ。創設に携わったり再興したりと大活躍じゃない。1923年に発表した聖セール展は全長約40メートルに及ぶ水墨画の長巻きで、大観の画用における集大成とも言える作品なんだ。40メートルもあるの？そうなんだぜ。その後発表した夜桜は美術愛好家として知られる大倉喜七郎の依頼で描かれた作品で、霊峰夏富士は大観が数え年で88歳を迎えた年に描いた作品なんだ。そしてこれは、数ある富士山を描いた作品の中でも最晩年の作品でもあるんだぜ。88歳になっても筆を止めなかったのね。戦後になると文化功労者など数多くの賞を受賞した大観だったけど、1958年に東京都台東区の自宅で89歳で亡くなっているんだ。ちなみに、大観の脳はアルコール漬けにされた状態で東京大学医学部に保管されているらしいぜ。大観の生涯から天才であることは間違いないから、保管するのもなんとなくわかる気がするわ。それじゃあ次から、あまり知られていない大観に関するエピソードを紹介するぜ。1. 短期間で絵画技術を習得。まずは、短期間で絵画技術を習得したことだな。さっきも言ってたけど、たった3ヶ月しか受験勉強をしなかったんだよね。ああ、そうだ。しかも、当時の大観は鉛筆画を描いていたんだけど、受験生の多くが鉛筆画で受験する上に、有名な師から長年にわたって教わっていたことを聞いて試験直前に鉛筆画から毛筆画へ、試験の変更を申請しているんだ。それで合格してるって、さらにヤバいって。このことから、大観が短期間で技術を習得することに長けていたことや、そもそも画家としての素質が備わっていたことが伺えるんだぜ。突然画家を志すような時点でただものじゃないはずだからね。2. 大親友、菱田春草。大観は東京美術学校の一期後輩である菱田春草と無二の親友で、卒業後も常に行動を共にしていたと言ってもいいほどだったんだ。共に日本を飛び出て海外に行ったくらいだものね。霊夢の言う通り、共に海外に渡って成功を収めてるしな。しかし、1911年に春草は36歳という若さで夭折しているんだ。あらら、大観は親友の早すぎる死を大いに嘆くと、菱田春草追悼展の開催を主導して、
自らも五遊先生を出品しているんだ。また、晩年に至るまで自らが日本画の巨匠と称されるたびに、あいつが生きていたら俺なんかよりずっと上手いと口にしていたらしいぜ。親友だからこそ、春草の凄さを理解していたのね。なんだかいい感じの友情だわ。3. 海外受けの良かった朦朧体、大観と春草の先進的な画風は、当時の画壇の支給派から猛烈な批判を浴びたのは紹介したよな。それがあったからこそ、二人は海外へ目を向けたわけだものね。そうだな。二人の画風を表す言葉である朦朧体という呼称も当初は勢いに欠ける曖昧でぼんやりとした画風、という意味で批判的に使用された言葉だったんだ。しかし、アメリカやヨーロッパなど海外で開いた展覧会では、二人の画風が高く評価されたんだぜ。特に、ロンドンでは東洋のホイッスラーともてはやされたんだ。ホイッスラー?19世紀後半にイギリス画壇の中心人物であったアメリカ出身の画家で、その色調や画面構成などには浮世絵をはじめとする日本美術の影響が色濃く反映されているんだ。イギリス画壇の中心人物と称されたなんてかなり称賛されてるじゃない。ちなみに、この朦朧体は江戸時代以来続いていた日本画の伝統から脱却をもたらした、とも言われているんだぜ。まさに常識を打ち破ったわけだね。4. 代名詞である富士山絵。大観といえば富士山絵と言われるほど多くの富士山を描いたことで知られている大観だけど、富士山を題材として描いた作品は1500点以上あるとも言われているんだ。そんなにあるの?ああ、そうだ。大観は四季折々の富士山や天候の変化、景物との組み合わせなど、冒険によって様々な顔を持つ富士山に魅了されたんだ。確かに、日本人なら富士山に惹かれちゃうよね。終戦後は国破れて山がありという情感が反映された富士山を描いたほか、絶筆となった作品も富士山だったんだ。大観にとっては、日本画の魅力を最も訴えることができる対象が富士山だったんだぜ。だからこそ、生涯で1500点以上も富士山を題材にした絵を描いたのね。5. 大酒飲みになったのは、鍛えた結果、明治、大正、昭和と3つの時代を生きた大観は89歳という長寿を全うしているんだけど、恐ろしいほどの酒豪としても有名だったんだ。酒豪だとあまり長生きしなそうな感じもするけど、大観はご飯をほとんど食べず、毎日一升の酒と少量の野菜だけを食していたらしいぜ。そんな食生活でよく長生きできたわね。そんな酒豪としても有名な大観だけど、実は若い頃はおちょこ2、3杯で、顔が真っ赤になってしまうほどの下戸だったらしいんだ。そうなの?お酒がダメな人ってなかなか飲めるようにはならないと思うんだけど、大観はどうして酒豪になれたのかしら?それには、大観の師匠である岡倉天心がかなり関わっているんだ。東京美術学校の時に学んでいたわね。ああ、それに、大観は日本美術院の創設に携わったと言ったけど、日本美術院は東京美術学校を辞職した天心の元に集まった同志らによって設立された、美術研究団体なんだぜ。その創設に携わったってことだから、かなり天心のことを慕っていたのね。さて、天心は1日に2升飲むと言われたほどの酒豪で、下戸だった大観を見て、酒の1升ぐらい飲めずにどうすると叱咤したらしいんだ。すると、大観は飲んでは吐いてを繰り返した結果、大酒飲みになったみたいだぜ。師匠の一言で人間ってここまで変われるのね。6. 記念館設立の経緯。大酒飲みの大観が特に好んだ日本酒は、広島の水深という銘柄だったんだ。醸造元の山根社長と顔を合わせた際には意気投合し、山根社長が一升分の酒をプレゼントすると、約束したらしいぜ。一升分のお酒って酒豪からしたらかなりありがたい話だよ。好きな酒を好きなだけ飲めるとあって大観は年に一樽で何本も注文し、これには山根社長もかなり驚いたらしいんだ。ちなみに、一樽とは鏡割りで用いられたり神社に奉納されたりしている樽で、なんと72リットルも入るんだぜ。それを個人から年間で何本も注文されたら誰だって驚くわよ。このお礼に大観は毎年絵を寄贈したとも言われていて、その結果、水深酒造に大観の記念館ができることとなったんだぜ。記念館ができるくらい送ったのね。7. 大観と戦争。熱烈な勤労派であった父と思想家としても有名だった師匠の天心の影響を、大きく受けた大観は、自身も国粋主義的な面を持っていたんだ。皇室にも絵をたびたび献上していたことでも知られているんだぜ。かなりの愛国者ね。ところで、戦時中の日本では個人や団体が軍に対し、兵器生産費用を寄付する運動が、盛んに行われていたんだ。もしかして、大観も寄付してたの?その通りだぜ。自身の絵を売却していた代金を帝国陸軍に寄付し、97式重爆撃機などを献納しているんだ。戦闘機が買えるってかなりの額じゃない。だから、戦後は GHQ によって戦犯容疑者として取り調べを受けたこともあったんだぜ。戦争に協力したって思われてしまったのね。8. 名作を生んだ自宅兼画室。
大観は1919年、上野池の旗に強風すき家作りの自宅兼画室を建てたんだ。この邸宅や庭をデザインしたのは大観なんだぜ。そうなの？もともと大観は建築士を志していたらしいから、自身でデザインを手掛けたんだろうな。ちなみに、現在この邸宅と庭園は記念館として一般公開されているから、大観の趣味や思考が溢れたデザインや建築技法を楽しむことができるんだぜ。もしかしたら、建築士としても大観は大成していたかもしれないわね。9. 田舎大観。大観が生涯に描いた作品数は何千点もあると言われており、そうした多作な画家にはありがちなことだけど、大観は日本で最も贋作や複製画が多い画家とも、言われているんだ。よく、テレビで家宝が大観の作品だって信じてた人が専門家に偽物だって言われてるシーンを見かけるわ。なんてったって、戦前のある時期に大観を語って渡り歩いた無名画家が多数現れたからな。これらの模倣作や贋作を指して揶揄的に田舎大観と呼ぶことがあるんだぜ。大観が上野に住んでいたこともあって、ちょっとうまい言い回しだね。10、100年以上ぶりに発見された大作。2017年に、100年以上も所在が不明になっていた大観の作品が発見されたことで話題になったんだ。どんな作品なの？白衣観音と呼ばれるこの作品は縦140センチ、横113センチの大作で、1912年の大観画集に掲載されたもののその後所在がわからなくなっていたんだ。なんだかインドみたいな絵だね。ところで、どこにあったのかしら？なんと個人の家から見つかったんだぜ。そうなの？持ってた人も、大観の作品だと聞いてかなり驚いたに違いないわ。以上が横山大観についてだぜ。実は大観は、1902年から1913年までの間に8人もの親しい人を失っているんだ。そんなに重なってしまったの？ああ、父や妻、子供や兄弟、親友や恩師との別れがこの短期間のうちに立て続けに起こったんだぜ。しかも、この頃の大観は作品も批判されていた時期で、苦難の時期でもあったんだ。嫌なことって重なるものだよね。それでも、この苦難の時期を乗り越えた大観は最終的に世界から認められ、大成しているんだぜ。亡くなる前に評価されてよかったわよ。本当、霊夢の言う通りだぜ。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。さて、今回は杉田玄白を紹介するぜ。確か解体新書を出版した人だよね。その通りだぜ。その功績もあって、玄白は日本の医学を大きく発展させた人物として知られているんだ。そんな解体新書だけど、蓋を開けてみれば誤訳のオンパレードなんだぜ。え？そうなの？それでも、日本の歴史における指折りの異様であったことには変わりないんだ。それじゃあ早速、そんな杉田玄白の紹介を始めるぜ。わかったわ。杉田玄白は享保18年9月13日、1733年10月20日、オバマ藩の医師であった杉田保仙の三男として生まれたんだ。幼少期を出生地である江戸の牛込で過ごした後、元文5年、1740年にオバマへ移り住み、延享2年、1745年に、父が再び江戸詰めを命じられるまでの5年間を過ごしたんだぜ。父も医師で、江戸と藩を行き来するくらい忙しかったんだね。江戸へ戻ると、玄白は家業の医学の修行を始めたんだ。この際、医学は将軍のかかりつけでもある幕府の奥医師西玄哲から蘭方外科西洋医学を、儒者の宮瀬龍門からは漢学を学んだと言われているんだぜ。医師になるためにいろいろ学ぶのは、いつの時代も変わらなさそうね。そうだな。そして宝暦3年、1753年、21歳で玄白は医師となり、オバマ藩の上屋敷に勤めるようになったんだ。また、宝暦7年、1757年には、オバマ藩医としての席は残したまま日本橋で町医者として開業しているんだぜ。順調にステップアップしているわ。そんな中、宝暦4年、1754年に、山脇東洋という人物が日本で初めて不分け、すなわち人体解剖を行っているんだ。国内初の人体解剖は西洋医学の正確性を証明し、当時の医学界を騒がせたんだぜ。そしてこの出来事は、22歳の玄白に大きな影響を与えたんだ。というのも、当時は東洋医学が一般的で、東洋医学では人間の内臓は五臓六腑と称されていたんだぜ。よく聞く単語だよね。今でも五臓六腑に染み渡るって使われるからな。ただ、この五臓六腑の考えと人体解剖で明らかになった事実に違いがあったことから、玄白はこの考えに疑問を抱くようになったんだぜ。ふむふむ。その後、明和6年1769年に父の保仙が亡くなると、玄白は父の後を継いで藩主の主治医であるオバマ藩士医となったんだ。そして、玄白が解体新書を作ろうと思い立つきっかけとなる出来事が起こるんだぜ。どんな出来事なの？明和8年1771年、オバマ藩に勤めた医者で玄白の後輩にあたる中川淳庵が、オランダ商館院から借りたターヘルアナトミアを持って玄白の元を訪れたんだ。
原白はオランダ語の本文は読めなかったものの、そこに描かれていた図版の精密な解剖図に驚き、藩に相談してこれを購入することにしたんだぜ。言葉がわからないのに、購入したいと思ったくらい、解剖図に衝撃を受けたってことなのね。その後、偶然にも同じ医学書を長崎から持ち帰った中津藩の藩医で蘭学者の前野良卓と共に、同年に3人で死体の解剖に立ち会ったんだ。そこでターヘルアナトミアに描かれている内臓図が正確であることを知った原白は、翻訳して日本の医学に役立てたいという思いに駆られ、良卓と淳安の3人とで翻訳作業を始めたんだぜ。そのターヘルアナトミアを翻訳したものが解体新書ってことだよね？その通りだぜ。ただ、難解なオランダ語で書かれた解剖書の翻訳には、ものすごく時間がかかったんだ。どのくらいかかったの？全249ページに及ぶ翻訳に、約3年半もかかったんだぜ。そんなにかかったの？そうなんだぜ。そして安永3年1774年、ついに前後巻からなる解体新書が完成したんだ。3人の血と涙の結晶だね。そうだな。ところで、今でこそ前野良卓は杉田玄白と共に解体新書を翻訳した人物として知られているんだけど、解体新書が出版された当時、役者として名前が載り、脚光を浴びたのは玄白だけだったんだ。どうして良卓の名前は載らなかったのかしら？それは玄白と良卓の方向性が違ったからなんだ。しかも、ほぼ真逆と言ってもいいくらいだったんだぜ。バンドの脱退や解散みたいな理由ね。確かにな。前野良卓は蘭学の化け物と言われるほど研究熱心な人物で、玄白はオランダ語は未熟ながら、医学を発展させたいという思いが強かったんだ。そんな二人のターヘルアナトミアを日本語に翻訳したいという思いは一致していて、仕事上の相性は抜群に良かったんだぜ。理由はどうであれ、目的が一緒だったのね。その通りだぜ。ただ、難解な医学用語が品質するターヘルアナトミアを日本語に翻訳する作業は、決して楽なものではなかったんだ。実際、解体新書は医術の知識をもってしても訳せない部分は飛ばされている上に、ところどころ誤訳も見つかっているからな。さっきも言ってたよね。ここに二人の方向性の違いが如実に現れているんだ。玄白は西洋の知識をいち早く広めることを優先したんだけど、完璧主義者であった良卓は不完全な翻訳本を出版することはできないと考えたんだ。こうした考え方の違いから、解体新書は玄白を役者として出版され、良卓の名は載らなかったんだぜ。なるほどね。また、良卓は研究熱心な人物で、学びへの真摯な姿勢は彼の弟子によって書き残されているくらいなんだ。晩年には、オランダの言語と文化において右に出る者はいないほどの知識を蓄えていたとも言われているんだぜ。その道の権威って呼んでもいいくらい研究していたのね。そうなんだぜ。ただ、良卓は名声には興味がなかったから、自分から進んで翻訳本を出版することがなかったんだ。医師というよりも研究者の側面が強かった良卓にとっては、ターヘルアナトミアの翻訳も研究の一つに過ぎなかったんだぜ。あくまで研究材料だったってことなのね。晩年、玄白は蘭学ことはじめという式を弟子の大月玄卓に送っているんだ。この式は解体新書を作った時に起きた出来事や、当時の玄白がどう考えたのか、といったことを表した、いわば回顧録なんだぜ。今でも何かしら成し遂げた人が、当時の様子を振り返った回顧録をよく出版している気がするわ。また、ここにはターヘルアナトミアを初めて目にした時の驚き、わからない言語を調査の末に翻訳できた時の喜び、そして前野良卓がどのような人物であったか、なども記されているんだ。この蘭学こと初めは玄白が亡くなった後、福沢諭吉によって世に広められたんだぜ。あの福沢諭吉が広めたってことは、結構後になってからの話っぽいわね。そうだな。さて、解体新書はターヘルアナトミアを日本語に翻訳したものだって紹介したけど、ターヘルアナトミアも実はもともとドイツ語で書かれた原書をオランダ語で翻訳したものなんだ。ドイツ語で書かれた原書のオランダ語翻訳版を、さらに日本語に翻訳した形だったのね。また、さっきから何度も紹介しているが、解体新書は誤訳が多かったんだけど、誤訳が多かったのには理由があったんだぜ。どんな理由なの？まず、当時はオランダ語の研究が進んでなかったから、オランダ語文法が確立していなかったんだ。文法が分かってないと翻訳するのも難しいって。それともう一つ大きな理由があったんだ。例えば、見たことも聞いたこともない英単語を見たとき、霊夢ならどうする？ネットで調べるわ。確かにその方が手っ取り早いけど、原始的なやり方だと英和辞典で調べるはずだぜ。ただ、当時はそんな辞書すらなかったんだ。そうなの？ちなみに、蘭和辞典が初めて登場したのは寛政8年1796年と、解体新書の登場より約20年後のことなんだ。通称、江戸春馬と呼ばれる春馬和毛が初の蘭和辞典だぜ。まさに手探り状態だったのね。その通りだぜ。
だから、ペンパクラが手掛けた翻訳作業は、出てくる単語のすべてが未知の領域だったんだ。一つ一つの単語と格闘しつつ、いつ終わるかわからない気の遠くなるような作業に悶々としたことだろうな。一つの単語がわかるたびに得られた喜びは、さぞかし大きかっただろうね。そうだな。そんな解体新書の語訳を分析してみると、特に語訳が目立った箇所が骨格なんだ。なんと、原白らは11回も書き改めたのにもかかわらず、K と H を誤って訳していた部分があったんだぜ。そんなケアレスミスが起こったのはどうしてなの？おそらく、彼らは翻訳の作業に、原書を使わずにそれを書き写したものを使ったと考えられるんだ。そして、誰も写し誤りがあったと気づかなかったのは、原書が大切にしまわれていたからなんだぜ。書き写しを翻訳に使っていたのね。だから、11回の見直しにもかかわらずケアレスミスに気づくことができなかったんだ。また、胃や十二指腸、膵臓といった内臓に関しては、薄赤色や青紫色を呈していたり、あるいは犬の舌の形をしていたりと、形状や色、触った感じなどから大体見分けがつくかもしれない。だけど、骨となるとどれも限りなく硬くて乳白色だから、そういった事情が誤訳の連発につながったのかもしれないんだぜ。実際、胸骨を肋骨と誤訳していたり、そう思わせられる誤訳がいくつか見られるんだ。たとえ部位が違っていても、骨を形容するってなったら似たり寄ったりになるかもしれないってことね。そんな日本語訳の作業で原白は、主に翻訳、偽訳、直訳という3つの方法をとっていたんだ。翻訳以外にも色々あるけど、一体何なの？それぞれについて紹介していくぜ。まず、オランダ語で骨を意味するベンデレンを骨と訳すのが翻訳だぜ。これはわかるわ。次に、意味を汲み取って訳すパターンが偽訳なんだ。例えば、カラカトはネズミが物をかじるときに立てる音であり、そこから柔らかいという意味が想起されるんだ。また、ベンとは骨を意味するベンデレンの訳語と考え、これらからオランダ語のカラカベンはカラカヤワとベン骨の造語として捉え、その訳を軟骨としたんだぜ。そんなパターンもあるのね。そして、発音のまま訳すパターンが直訳なんだ。当時、適切な日本語での翻訳が不可能だった場合に、直訳の方式が取られたんだぜ。音をそのまま当てただけってことね。その通りだぜ。だから、他の二つとは違って直訳だと意味が汲み取れない、つまりは飛ばされた部分がこの直訳に当たるんだ。そこまでしてでも、とにかく仕上げたかったっていう原白の思いが感じられるわ。また、原白は弟子の大月玄卓にも期待していたから、直訳を取ったんだぜ。どういうことかしら？玄卓はとても優秀な弟子で、後になって玄卓が構成してくれるから、多少の間違いがあってもとにかく解体新書を世に出すことを第一としたんだ。細かな箇所がどうとかいう問題は二の次ってことね。そして、とりあえず一通りやり終えた後、弟子の大月玄卓にバトンタッチしたんだぜ。玄卓は師匠の意を汲み取って解体新書における訳語を徹底的に吟味し、意訳した上で完璧な日本語による翻訳を試みたんだ。そして完成10年1798年、大月玄卓が手掛けた重帝解体新書が成立したんだぜ。原白の思い描いていた通りってことね。そんな重帝解体新書は基本的に直訳の手法を取った解体新書に対して、医訳のプロセスを経たことから、現代医学、特に解剖学の基本語彙として定着するものが多かったんだ。玄卓が重帝解体新書を完成させた後、杉田玄白は文化14年1817年、83歳で息を引き取ったんだぜ。83歳って、結構長生きしたんだね。以上が杉田玄白についてだぜ。東洋医学が一般的で、人体の仕組みという知識を持たずに患者の様子から病気を診断して治療していた江戸時代に、西洋医学を持ち込んだのが杉田玄白らが訳した解体新書なんだ。これによって東洋医学と西洋医学が融合したことで、日本の医学界は大きく進展したんだぜ。解体新書が完全な翻訳ではなかったことを差し引いても、蘭学早々期に失敗を恐れずに日本の医学を開拓した玄白らの果敢な行動こそが偉大なんだ。確かに、大きな一歩を踏み出したことは間違いないわ。今回紹介した他にも、杉田玄白について知っていることがあったらぜひコメントしてほしいぜ。それじゃあ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。じゃじゃーん、見てよ、マリサ、おじいちゃんの遺品の中から、私、こんなものを発見しちゃったのよ。なんだ。5000円札?しかも、ピン札だよ。お、久しぶりに見るな。ところで、霊夢は、そのお札に書かれた人物について知っているか。確かに渡米稲造だっけ、でも名前だけしか知らないかも。この人何したの？じゃあ今回は、二渡米稲造の生涯と功績そして謎について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってねー。
まず、ニトベイナゾウは肩書きだけでも、農政学者、教育者、政治家、国際連盟事務局次長など様々だ。いろいろやりすぎだよ。こういう人って理解しづらくて困るのよ。次にニトベイナゾウの生涯についてだけど、1862年、盛岡藩士であるニトベ家の三男、8人兄弟の末っ子として生まれた。幼名は、稲之助という。父の十次郎は、藩主の蕎麦用人を務めるなど、優秀な人材であったが、稲之助が5歳の時に亡くなってしまう。いきなりかわいそうな老いたちね。大黒柱を失ったニトベ家だったが、祖父はまだ健在で、江戸で材木商として成功していたので経済面での心配はなく、母の関は気丈な女性で家政を取り仕切り、幼い稲之助に対し学業で身を立てるよう熱心に言い聞かせた。確かに、三男じゃ家の後継ぎになるのは難しいものね。稲之助は、母の言う通り、藩校作人館で学び、また、家に出入りする医者から英語を習うなど勉強に励んだんだ。幼少期から英語を学び始めるなんて、大物になりそうな予感だわ。稲之助には、戊辰戦争で戦った後東京で洋服店を営んでいた叔父がいたんだけど、1871年、作人館を卒業した9歳の稲之助は、この叔父の誘いを受けて、東京に出て学ぶことになったんだ。また、この叔父には子がなかったため、稲之助は状況と同時に叔父の養子になった。この時、名前を稲蔵に改めている。文明開化に沸く東京は、活気がありそうでワクワクするわね。東京に出て私塾で英語を学んだ稲蔵は、13歳で東京英語学校、後の東京大学教養学部に入りさらに英語を真剣に学ぶんだけど、15歳になると北海道の札幌農学校、後の北海道大学に入学して農業について学ぶことにしたんだぜ。急な進路変更ね。何か心境の変化でもあったの？実は札幌農学校は、当時国内で唯一学士号が取得できる学校だったんだ。なるほど。それに、ニトベ家は稲蔵の祖父、父、兄のみ世代にわたって、三本木原という十和田地方の痩せた土地に灌漑用水を通したりするなどして、開拓を行っていた。その仕事ぶりを、行幸で見学した明治天皇が幼い稲蔵に、父祖のように農業に励むよう声をかけたのも影響して、農業を学びたいと思ったんだな。天皇からそんなこと言われたら影響受けまくりでしょうね。さて、札幌農学校の2期生として入学した稲蔵だが、授業の論争で熱くなると相手を殴るなどしたため、活動家を意味するアクチーブというニックネームで呼ばれてしまう。だが、そんな稲蔵が、あることをきっかけにガラリと変わるんだ。何があったの？札幌農学校を開校したのは、少年よ大志追いだけ、で有名なクラーク博士だ。博士は倫理学の教材として、聖書を読むことを一期生たちに勧めたんだ。稲蔵は入学前からキリスト教に興味を持っていたから、同期の内村勘蔵、宮部金吾らと共に、函館の宣教師から洗礼を受けた。これがきっかけとなり、稲蔵は一転して聖書を読みふける寡黙な生徒と化してしまったんだぜ。ニックネームも、文句という修道僧を意味する言葉に変わったくらいだ。そんな稲蔵だが、この頃から視力が急激に低下し、メガネをかけるようになる。勉強しすぎが原因かしら。そしてついには眼病まで患い、これでは他の生徒に遅れてしまうと思い詰めた結果、今度はうつ病になってしまう。そんな息子の窮状を手紙で知った母親は、帰郷を勧めた。それに応じた稲蔵だがその道中、電報で、母帰得、の知らせを受け取る。現代なら札幌から盛岡なんて新幹線や飛行機を使えば数時間で着くが、当時はそうはいかない。稲蔵が実家に着いた時、最愛の母はすでに息を引き取った後だった。このショックは稲蔵のうつ病をさらに悪化させてしまう。かわいそうな稲蔵さん。病気の治療のため東京に出た稲蔵は、そこで洗礼を授けてくれた宣教師と再会し、トーマス・カーライルの、衣服哲学という本を譲り受けた。この本との出会いが稲蔵の病気を回復に導く。そして農学校に戻った稲蔵は、一生懸命勉強し無事学校を卒業することができたんだ。その後は北海道庁に勤務し、稲子対策などに精を出していた稲蔵だったが、もっと農政学を極めたいと考え東京帝国大学、後の東京大学に入学するんだけど、すぐに中退してしまった。東大にせっかく受かったのに、もったいないよ。当時の帝大の研究レベルは、札幌農学校に比べるとものすごくレベルが低くて、稲蔵は失望したんだ。そこでアメリカの大学に留学することにした。稲蔵は留学先のアメリカの大学でメリー・エルキントンという女性に出会い、二人は意気投合しやがて文通を始めるんだ。その後、母校の札幌農学校から教員になるよう言われた稲蔵は、3年間ドイツに留学し農政学のほか、農業経済学、財政学、統計学などを学ぶことになった。その間メリーとずっと文通し続け、その中でメリーに逆プロポーズされている。わお、メリーさん、
超積極的ね。その後メリーと結婚し、彼女は日本人名としてマリコと名乗るようになるぜ。この時代の国際結婚は障害も多そうね。夫婦は、授業料、教材料全額無料の夜間学校、園遊や学校を創立し、稲造はその教壇にも立っていたんだけど、昼は農学校、夜は夜間学校と忙しく働く稲造は過労のため、脳神経症を患ってしまう。休職期間を経ても病状が良くならない稲造は、アメリカのカリフォルニアに療養先を移すことに。そこで執筆したのがあの、武士道だ。療養中なんだから、ちゃんと休みなさいよ。やがて回復した稲造は、台湾総督府で技師として意見書を出し、砂糖キビから取れる砂糖の輸出額の売り上げを伸ばすことに貢献した。その傍ら、あちこちの大学で教鞭を振るった。ちゃんと休養もしてほしいわ。彼の教育方針は、欧米式で、知識詰め込み型の教育より人格形成に重きを置いた。また、生徒の自由と自主性を重んじ、コモンセンスつまり常識の重要性を説いたりもしたんだ。しかしまだ保守的な考えが強かった日本では、この教育方針に対し反発されることも多かったという。いつの時代もいるよね、頭の古い人間っていうのは。いや、当時の日本にとっては、稲造の考えの方が先進的すぎてついていけなかったんだ。それでも、稲造はめげずに、教育に情熱を注ぎ、東京女子大学の初代学長を務めたりしたぜ。そしてこの頃、第一次世界大戦が起こったり、戦後二度とこのような戦争を起こさないために1920年、国際連盟が創設される。悲願の常任理事国入りを果たした日本だが、そのためには事務局次長を一人選出しなければならない。そこで、稲造が抜擢される。すごい、大出世ね。稲造は語学も堪能で、人格的にも優れていたし、武士道の著者として名も知れていたしな。彼は国際連盟でも力を発揮した。一方で、知的協力委員会という後のユネスコの前身的組織を発足させるなどしたんだ。その後、国際連盟での仕事を終えると、日本の貴族院議員になり政治家としても活動した。相変わらずの行動力ね。しかし、1931年、満州事変が起こると、これを機に国際社会の日本への批判が高まり日米関係は急速に悪化する。稲造はこれを改善すべく奔走したが、1933年、ついに日本は国際連盟を脱退してしまうんだ。その後も、なんとか世界との友好関係を取り戻そうと海を渡り講演していた稲造は、病に倒れ、カナダのビクトリアで亡くなった。享年71歳だった。最後まで平和のために尽力した人だったのね。そうだな。平和活動という点では、国際連盟で働いている時に、ある大きな功績を残しているぜ。どんな功績なの？バルト海に、フィンランドとスウェーデンの間に位置するオーランド諸島という地域がある。この諸島は、約6700もの島からなるものなんだが、フィンランド領になったりスウェーデン領になったり、また一時ロシアに占領されるなど、複雑な歴史を持っていたんだ。ロシア革命後はフィンランドの領地となっていたが、実際そこの住民のほとんどがスウェーデン人だった。そのため、この地域の領有権をめぐって、北欧の二国間で長いこと対立が続いていた。そこで二つの国は、できたばかりの国際連盟に裁定を依頼したんだ。ふむふむ、当事者間では解決しないから第三者に託したわけね。これに対して稲造は両者の言い分を聞き、さらにはイギリスやフランスなどの国際法に詳しい専門家を訪ねては、領土問題の解決法などを十分に学んだ上で、次のような裁定を下した。オーランド諸島は、フィンランドが統治権を持つ。ただし、公用語はスウェーデン語。オーランド諸島に外交と軍事以外の自治権を容認し独自の国旗を持つことも許可。永久的な中立化と非武装化を決定、保証。でもこれじゃ、統治権を取られたスウェーデンにとっては不利じゃない。そう見えるかもしれないが、オーランド諸島の人々はロシア領になってもフィンランド領になっても、スウェーデン語を話していたし、習慣もスウェーデン形式のものをずっと守ってきた。つまり裁定によってアイデンティティは保証されたんだ。なるほど、だから公用語はスウェーデン語なのね。この平和的な領土問題解決方法は、ニトベ裁定、と呼ばれ、今でもオーランド諸島の学校の教科書にも、稲造、ニトベの名が記されている。なんか同じ日本人として誇らしいよ。では次に、稲造にまつわる謎について解説するぜ。ニトベ稲造は、農政学者であり教育者であり、またクリスチャンだ。そんな彼が、武士道なんて本を書くことに疑問を持つ人もいるのではないかな。言われてみればそうね。実はこの本は、日本人のために書かれたのではなく、海外の人に向けて書かれたものなんだ。実際、この本は全編英語で書かれているからな。ある時稲造はベルギー人の知り合いから、日本には宗教がないという。ならどうやって道徳を教えるのだ、と尋ねられた時、ちゃんと答えられなかったんだ。
そのため彼は、日本人の精神論について考え始め、その結果、武士道こそ日本人の精神の象徴だという答えにたどり着き、この著作を書き上げたんだ。当時は、日清戦争、日露戦争と次々に勝利していた日本に、国際的関心が高まっていた。そんな時代背景も重なって、この本はベストセラーとなり、ドイツ語やフランス語など様々な言語に翻訳された。病心を酷使してまで書いてよかったね。しかし、この著作は、日本の歴史的事実を反映していないなど批判が多く殺到した。実際、内容も稲造が理想とする武士道精神について書かれていて、江戸時代やまたそれ以前の武士の実情や思想とはかけ離れたものだったんだ。稲造は藩校で武士道精神を学んだに過ぎず、実社会にデビューする以前に武士の世は終わっていたから、武士の世の実情を知る機会に恵まれなかったため、こういう本が出来上がったと考えられる。本当にしっかりと日本人の精神について紹介したいなら、それこそもっと徹底的に研究して、なおかつ客観的思考に基づき、慎重に推敲を重ねて書くべきだったろうな。理想を書いた本が売れすぎちゃったわけね。だけど国際紛争を解決したり、平和活動や教育者という点では評価できるから、ニトベイナゾウがお札の顔になるのも頷けるな。それは納得だわ。その一方で、紙幣には翌年伝説がつきまとう。実際、旧五千円札にも不可思議な点があって、例えば裏の富士山の水面に映った部分が富士山ではなく、モーセが実戒を授かった市内さんが書き込まれている、とかな。確か、千円札の逆さ富士も市内さんだと言われたりするよね。それであの秘密結社フリーメイソンが関係してるんじゃないかって噂があったような。実は、そのフリーメイソンと稲造が関係していたかもしれないんだ。それはさすがに都市伝説すぎじゃない。いや、実際に幕末や明治時代に、海外に行った日本人の多くがフリーメイソンのメンバーと接触している。渋沢栄一や新島城、野口英世とかな。またあのクラーク博士も、フリーメイソンのメンバーで彼が聖書を用いたのも、フリーメイソンの理念を教え込むためだったなんて説もある。かなりショックなんだけど。だが実際のところ、フリーメイソンは陰謀を企む恐ろしい秘密結社などではなく、友愛を掲げる慈善団体だ。フリーメイソンが掲げる5つの理念は、自由、平等、友愛、寛容、人道、だが、これらは、稲造が大切に思うものと共通することがわかるな。つまり稲造がもし仮にフリーメイソンと関わりがあったとしても、何の不思議もないんだ。だが、これらの話はあくまで噂の域を出ない。確証がないからな。信じるか信じないかはあなた次第ってやつね。どうだったかな、霊夢、ニトベイ稲造はすごいだろう。うん、こんな素晴らしい人だったなんて知らなかったよ。今このタイミングでこのお札が出てきたのは、きっと亡くなったおじいちゃんからのメッセージね。霊夢、今こそ世界に羽ばたけ。って言っているんだわ。そう思うのは勝手だが、せっかくの形見だし大事に取っておくのが良いと思うぞ。以上で、ニトベイ稲造について解説は終わりだぜ。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢と、ゆっくりマリサだぜ。聞いてよマリサ、私最近読書にハマってるのよね。へえ、どんな本を読んでいるんだ？まあ、霊夢のことだから人気コミックを全巻一気読みしているとかだろ？失礼ね。有名な太宰治の作品や中原中也様の詩集を読んでるのよ。なんで中原中也だけ様付けなんだ？中也様は私の最近の推しメンなの。霊夢、言っちゃ悪いがあいつは酒癖の悪いクズ野郎だからやめておいた方がいいぞ。そんなことないわ。綺麗な顔立ちで繊細な心を持った方じゃないとあんな詩は書けないわよ。いや、詩の内容と顔は関係ないから。それなら霊夢の目を覚ますために、中原中也がどんな人物だったのか。せっかくだから他の有名な文豪たちのクズエピソードも交えて解説してやろうか。知りたいような知りたくないような。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは有名どころの太宰治から。太宰といえば最近、走れメロスを読んで感動したわ。せっかくだから話をおさらいしようか。メロスが暴君ディオニスの暗殺を試みるが、失敗して処刑されることになるんだ。死ぬ前に大事な妹の結婚式には参加したいと親友であるセリヌンティウスがメロスの身代わりになるんだぜ。そして3日後の日没までには必ず戻ってくるとメロスは暴君に約束し妹の結婚式へ出発する。最後の約束を果たして戻ってきたメロスとセリヌンティウスのやりとりが、もう涙ものだったわ。そんな二人を見た暴君も荒れた心を改めて人を信じられるようになるっていう心を動かされる作品だよな。だけど霊夢、その話が太宰の実体験に基づいているかもしれないっていう話を知ってるか？え？そんな感動的な話が実際にあったの？期待を裏切るような感じにはなるんだけど、その内容はな、熱海の宿屋に入り浸って帰ってこない太宰を妻が心配したんだ。
それで友人の作家段和夫に相談したことが始まりだ。入り浸って帰ってこない、ね。太宰の妻は段に宿賃や交通費を託し、太宰を迎えに行ってもらうことにする。太宰は段が熱海に着くと彼を巻き込んで合流し届けてもらったお金を使い切った挙句、借金までし出す始末。太宰、何してるの？さすがにまずいと気づいた太宰は、東京の恩師にお金を借りるべく、段を身代わりとして宿に残すんだ。そして、一人恩師の元へ向かうことに。確かにメロスと似てるけど全然、美しい話じゃないんだけど。ここからがさらに問題で、なんと、数日経っても太宰が戻ってこないんだ。結局、段は太宰を探すために東京へと向かうのだが、彼はそこで目にした光景に言葉を失うことになる。なになに？どうなるの？のんきに太宰は恩師と将棋を指していたんだ。さすがに世話焼きの段といえども、これにはブチギレ。キレて当然よ。ところが太宰は行かれる友人にも動じず、あっけらかんとしてこう口にする。待つ身が辛いかね。待たせる身が辛いかね。つまりは待つ方も辛いけれど待たせる方も辛いんだよということだそうだ。全然、太宰、辛そうに見えないんだけど。ちなみに、太宰の口からこの一件を参考にメロスを作ったと語られたというわけではなく、段がこの熱海での出来事が少なからずきっかけになったのではないか、と推測しているんだ。でも太宰自身は古伝説と知るれるのしからともとネタを明かしているけどな。段としては待っていた時間とこの経験は意味ある時間だったと思いたいわよね。っていうか、メロスを書いた太宰最高って思った私の気持ちを返してほしいわ。それじゃあ次は宮沢賢治。銀河鉄道の夜とか注文の多い料理店の作品で有名じゃない。子供の頃、寝る前に読んでいたお気に入りの本たちだったのよね。宮沢賢治は周りの人に性欲は人をダメにする。仕事の邪魔にもなると話していたんだ。へえ、この人、全然、クズじゃないじゃない。むしろ真面目よね。そんな賢治の趣味はエロ本のコレクションって知っているか？江戸時代のエロ本である春画のコレクターで、爪は高さ30センチメートルになるほど集めていたんだ。過激な内容ゆえ原書が発行されたイギリスでは発売禁止処分となった性の真理という本があって、なんとか翻訳本を入手したものの、伏せ字になっていた部分が気になりすぎて、わざわざ仙台の本屋まで行って原書を読んで確かめる、という熱心ぶりときた。私の子供の頃の美しい思い出を返して、しかも本が友人に見つかった時の言い訳が、いや違うし、子供たちが間違いを起こさないように教えたいと思って買っただけだし、こんなの大人の童話みたいなもので、全然大したことないし、てか、誰かを傷つけるわけでもないし、別に悪いことしてないし、と、ひたすら中学生みたいなことを言ってたらしいぞ。そんな彼は生涯童貞だったそうだ。可憐な乙女である私としては返す言葉もないわ。さ、次の文豪へ行きましょ。おう、お次は歌人石川啄木だぜ。最近読んだ詩集の一つが啄木の作品で働けど働けどだったかしら。日本人の勤勉と悲哀を体現したような、清らかなイメージの方よね。製品の言葉が似合う、日々の暮らしを丁寧に生きる方ではないの？霊夢、彼の作品を全て読んだことはないだろう？どんよりと、曇れる空を見て死に、人を殺したくなりにけるかな。こういうバイオレンスな作品もあるんだぜ。ま、まだそれだけでは啄木がクズな奴なのか判断できないわよ。エンターテイメントとしてバイオレンス性を提供しているだけかもしれないし。それでは人として大事なものが欠落していた啄木のエピソードをどんどん紹介していくぞ。まずは学校に行くのがめんどくさくて自主退学。その後、父親が失業して大変な時期に文筆業に集中したいと言って自分だけ上京。家族はほったらかし、友人に家族の援助をお願いしていたので肩身が狭いと家族から手紙が届くも、それも無視。そして中学時代の初恋の相手節子と結婚することになる。え？そこはロマンチックじゃない？文学で身を立てるため上京していた啄木は、節子との結婚式のために岩手に帰郷することにしたんだけど、今帰ったら家族の面倒を見なきゃならなくなるぞ、と、結婚式をすっぽかしてしまうんだ。それでも啄木が好きだった節子は、花婿なしで挙式を取り行ったんだ。節子も無理して式を挙げなくてもさすがにこれは中止レベルよ。結婚してからの啄木は、小学校の臨時教員を務めた後北海道へ移住し、新聞記者として勤め始めると、啄木の各文章は読者から高く評価されたんだ。でも、これに調子に乗った彼は、遅刻欠勤は当たり前という勤務態度。しかも当時は単身赴任の状態だったんだけど、妻節子への仕送りもほぼしていなかったんだ。え？やばいやつじゃない、節子もよく我慢できるわね。その時は節子も自分の持ち物を売ってまで生活苦をしのいでたんだけど、この後、22歳の頃にやっぱり文学がやりたい、と言って東京へ引っ越しをすることに。だけど呼び寄せた節子と母の関係がうまくいかず、節子が出て行ってしまうんだ。いいわ、節子、逃げるのよ。しかし啄木は節子を追いかけもしなかった。ほんと啄木はクズ野郎ね。
結局、彼女を連れ戻したのは卓木の友人だった。節子？何戻ってきてるのよ。他にもまだあるぞ。中学校時代の親友である金田一京介と二人で飲みに行くことがあったそうなんだが、私がおごるからと言って誘ってくるくせに、会計時にお金を出したことは一度もなかったという。これは私にもこういうことをやっている奴の心当たりがあるから金田一の気持ちがすごくわかるぜ。あら？誰のことかしら？さらに卓木は借金問題も抱えていて総額1500万くらいだったと言われている。ほんとダメ男ね。借金問題に関しても、いつも世話を焼いていたのは親友の金田一だったんだ。金田一は言語学者であり民族学者ではあったが、決して裕福な奴ではなかったんだぜ。でも卓木が金を借りに来ると、奥さんの持ち物を売ってまでお金を用意してたんだ。裕福でもないのに、そんなことまで金田一さん、成人のようね。一方、卓木の方は借金を返さないどころか、日記で金田一のことをけなしまくっていたという。マジ卓木、クズだわ。極めつけは借りたお金で女遊び。しかも遊び相手の女性にだってお金をせびっていたんだ。他にも奥さんにバレないように記したローマ字日記浮気日記も書いていたんだぜ。もちろん浮気のことばかりでなく、卓木の不安や不満がふんだんに込められてるんだが、当時、プロの女性と遊びまくっていた卓木。関係を持った女の名前や行為の最中のことまでこと細かに書いていたんだと。へぇ、趣味悪い。そうだな。口直しに次の文豪へ行くぞ。今回はクズ文豪の紹介だから口直しにはならないでしょ。それじゃあ霊夢の推しメン中原中也にするか。ああ、どうしよう私の推しメンが汚される。中原中也は若くして亡くなった不遇の詩人で知られているよな。それに中也の実家は海洋医で金持ちなんだぜ。結婚後も詩だけで食べていくことができず、親から月100円以上の仕送りをもらっていたという。1936年頃の100円といえば、現代換算すると約64万円だな。イケメン、金持ち、最高じゃない。そうだな、中也はボンボンで、最初は成績優秀だったんだぜ。でも15歳の頃に詩の世界と出会い、酒やタバコなども覚え、不良になっていったんだ。あら、かっこいいじゃない。特に彼の酒癖の悪さは酒乱にまつわる多くの逸話が存在しているくらいひどかったらしいぞ。まずは酔っ払った勢いで、沿道の家の街灯を傘で叩き壊し、器物損壊で留置所へ。しかも定職に就かなかった中也は身分が不明であることを理由に、15日間も留置されていたらしいぜ。今でいう職業不詳のとか自称詩人のとかニュースで報道されちゃうやつよね。日本の有名な装丁家美術評論家に青山次郎という人がいて、中也も含め多くの文学者と交流があったんだ。当時、青山は死別した夫人の弟にバーを出店させてやったんだけど、もちろん彼の交友上、常連は文学者たちが大半。中也は、毎日のようにバーに顔を出しては、誰彼構わずだるがらみをしたり喧嘩をふっかけていたようだぜ。ただの営業妨害やろうね。例えば中也が気に入っていたバーの女給がいたんだが、坂口安吾と親しいのが気に入らなくて喧嘩をふっかけたんだ。でも本当は嫉妬からじゃなくて、安吾と仲良くなりたかったからわざと喧嘩をふっかけたらしい。コミュ障こじらせちゃってるわね。他にも殺すぞと暴言を吐いて、そのままビール瓶で作家の中村光雄をぶん殴ったこともあるらしいぞ。お店は大丈夫だったのかしら？もちろん評判が悪くなって、1年足らずで閉店したらしい。笑えないわ。あ、それと中也は太宰治とも犬猿の仲だったらしいぞ。才能あるクズ同士、仲が良かったのね。類友ってやつね。そうかもな。さあ、フィナーレを飾るのは禁断の愛で世間を騒がせた男、文豪島崎藤村。禁断の愛、ワクワク。文豪島崎藤村は、妻冬子との間に授かった子供たちと仲睦まじく暮らしていたんだぜ。そして藤村はいよいよ小説家として軌道に乗り始め、このまま人気作家の地位が約束される目前だったんだ。しかし、悲劇が起こった。四女の出産で母体の損傷が大きく、妻冬子は帰らぬ人になってしまったんだ。それから妻が亡くなってからというもの、藤村は家事や育児に追われる日々を送っていたぜ。男で一つ、大変よね。当然、小説の執筆作業も滞り収入も激減、ほとほと困り果てた藤村は実の兄に助けを求めたんだ。そしてその兄の計らいで紹介されたのが、藤村の姪にあたる駒子、当時19歳。きゃあ、禁断の愛の始まりね。そう、愛人関係が認められていた時代においても、さすがに親族に手を出すのはタブーだったんだ。しかも駒子は叔父である藤村の子供を身ごもってしまうんだぜ。このことにどうけじめをつけるべきか、藤村が取った行動は、どうなるのかしら、ワクワク。フランス留学と称して逃亡。しかも身重の駒子と子供全員を置いて一人で逃亡。マジ身勝手で無責任すぎるわ。こいつは他の文豪と違うとちょっと期待した私がバカだったわ。さらにこの話には続きがあって、あれから3年の時が経ち、かつての過ちも忘れ去られたかと思っていたが、
再びスキャンダルが起こるぜ。トーソン、何をしでかしたのよ。密かに帰国したトーソンが会いに行った相手は、なんとコマコ。フランスで3年暮らしても禁断の愛の火は燃え続けていて、まさかの本作や。そしてメイトのこの話を神聖という作品に書いて発表までしてしまう。マジで何考えてるのよ、この人。そのせいでコマコは、日本にいられなくなってしまうんだ。最終的には台湾の知り合いのところへ身を寄せなければいけない状況になってしまったぜ。一緒になったコマコもどうかと思うけど、トーソンがゲス野郎すぎるわ。確かに倫理的にはトーソンの話が一番ヤバいかもな。というかさ、マリサのこの文豪者たちのクズエピソードのせいで、私の心はズタズタよ。お酒片手に昼夜の汚れつきまつた悲しみに及びたい気分だからそろそろ帰るわ。もうおしめんの昼夜に様をつけなくなったんだな。才能があることは認めるけども、私のおしめんでもなんでもないわ。霊夢も帰ることだし、今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私の大福食べたでしょ。知らないぜ。でもまんじゅうが大福食べるのか、まさに共食いだな。何笑ってるの。自分へのご褒美に、ちょっといい和菓子屋さんの大福を買って楽しみにしてたのに。まあまあ、霊夢は大福が好きなんだな。大好きよ、特に豆大福。甘いあんと塩気のある豆、絶妙な味わいよね。ならもしかしたら、この偉人に共感するところがあるかもしれないぜ。誰？吉田松陰だ。吉田松陰なら知ってるわ、でも大福？そうだ。今日はぶっ飛び偉人吉田松陰の謎について解説するぜ。なんかごまかされてる気がするけど。それじゃあゆっくりしていってね。吉田松陰は、萩藩士だった杉百合之助の次男として生まれたが、5歳の時に、藩の兵学師範を代々務めていた吉田家の仮養子となった。しかし6歳の時に養父が急逝しまう。昔は寿命自体が短かったものね。そこで松陰は吉田家を継ぎ、山賀流兵学師範となるべく、叔父である玉木文之進の厳しい指導を受けることになった。山賀流兵学？兵学っていうのは、傭兵や戦術などを研究する学問で、江戸時代には儒学と並ぶ武士の基礎学問だったんだ。山賀流兵学は、単に戦法学というより仏教、道教の思想にも通じた、個人の道徳そのものに迫った学問だったんだぜ。江戸時代だから、戦うことも少なくなってただろうから、そういう風に発展していったのかしらね。幼かった松陰は周囲の人々から英才教育を受け、10歳の時に藩校明倫館の兵学師範として教壇に上がる。松陰は秀才と噂され、11歳の時には藩主の毛利高近の前で兵学講義をしている。10歳で教える側になったの？秀才どころか天才よ。毛利高近は痛く感激して松陰の才能を認め、その後、留学許可など数々の便宜を図ったそうだ。そして松陰は、19歳で兵学師範として独立し、藩校明倫館で本格的に教授を行う。藩主が11歳の子に感激するってすごいわね。そりゃ留学させて、もっといろんな知識をつけてほしいって思うわよね。しかも時は幕末。欧米列強の存在を知り、日本の将来に強い危機感を覚えた松陰は、日本全国の留学を決意する。当時、日本の沿岸には外国船が多く出没していたため、外国船に対する防備の状況を調べる必要があると、日本各地を回ることにした。鎖国の時代に、日本の将来に危機感を覚えるっていうのが、もう目の付けどころが違うわよね。21歳の時に藩から諸国への主要を許され、九州を皮切りに全国を遊歴し、各地の知識人と交流したそうだ。北は青森、南は長崎まで行き、5年足らずの間に歩いた距離は1万3000キロにも及ぶそうだぜ。1万3000キロ？どれくらいなの？パリダカールラリーだと、それくらい走るそうだ。車でも悲鳴を上げる距離を歩いたのか。昔の人は丈夫って言うけど、本当に頑強だったのね。ところが吉田松陰の容貌については、その人単勝にしてせ鏡、容貌醜く色黒く、鼻高にしてアバターり。言語鼻肌爽やかにして、形状温柔に見えたり、とかって残されているんだ。背も小さいし、姿勢も悪いし、容貌醜くってちょっとひどいわね。でも他の記載にも、高徳の痩せた赤アバタのあるあまり風采のかかった人とは思われなかった。しかしその軽々たる眼光は直に人の配布を貫くと威風害があったともあるぜ。パッと見は冴えない感じだけど、よく話を聞いて付き合っていくと、すごい人なのが分かってくるって感じの人だったのかしらね。他にも松陰は、質素倹約に勤めていたことも広く知られている。松陰の妹の小玉吉子は松陰は別に酒を飲まず、タバコも吸わず、至って禁直なりし、常に退職することを自ら戒めたり、とある？退職を戒められたのね。私には絶対できないわ。
他にも、後に紹介する松下村塾生だった天野民によると、先生たいて書が骨董の娯楽なし、酒を飲まず、タバコを喫せず、一匹門人とタバコの無用にしてかつ害あることを論ず。これにおいて高杉晋作などを大いに感奮し、その座において着せるを織股持ちず。また深く書生を戒めて囲碁将棋等を禁ぜられきともある。おお、高杉晋作に禁煙させたのね。高杉晋作ってなんか来楽なイメージがあるから、禁煙させるくらいなのは、よっぽど納得のいく説明だったのかも。今の禁煙外来とかでも、ぜひその方法を試してみてほしいぜ。しかしそんな質素倹約を守る吉田松陰にも、我慢できないものがあった。まさかそれって、ソーダ大福だ。出た。松陰は今でいう家計簿のようなものもつけており、それに記されている内容を見ると、食生活はとても質素なものだったことがわかっている。あら、主婦みたいね。外食はお金がかかるのでもちろんしない。しかも江戸の間に滞在している長州藩邸では、ご飯だけを炊いてもらい、それに味噌や梅干しのみで食事をし、常に腹八分目になるように心がけていたそうだ。なんでそんなに節約してたの？少しでも多くの書物を買うためだ。当時は書物は流通もなく、作るのに手間がかかるため、現代の値段で言えば1冊あたり4000から5000円くらいだったと言われている。高いわねー。ちょっと気軽に買える値段ではないかも。本題を捻出するために、松陰は倹約していた生活をしていたわけね。そんな倹約に勤めていた松陰が、唯一の楽しみとしていたのが大福だ。時々購入して、勉強の合間に食べていたらしいぜ。頭を使うと糖分が必要になるっていうものね、わかるわかる。霊夢は使ってなくても糖分を取ってるだろ。当時の大福ってどんなのだったの？今と同じ感じ？当時、大福は1個4分、今の金額にすると70円くらいで売られていた。砂糖が高級品だったことから、比較的手に入りやすい塩でもって味付けをした塩あんが普通だったそうだぜ。塩あんか。今のものより、もっとしょっぱい塩大福みたいな感じかしら？今でもしょっぱめの塩大福を売っているところはあるから、それを食べたら当時の味に近い味わいは楽しめるかもな。巣鴨とかにあるらしいわね。これは要チェックよ。松陰はどれくらい大福を買ってたの？さっきの家計簿によると、1ヶ月の間に6回大福を買っていたらしい。だいたい5日に1回全然少ないじゃないの。私なら毎日行けるわよ。それでも松陰は家計簿を見て、誘惑に負けて買い食いをしてしまった。この記録を見返すと恥ずかしく自分にがっかりすると述べているぜ。天才でちょっととっつきにくい要望をした人が、大福の誘惑に負けて、しかも反省しちゃうって、すごく可愛いわね。でも松陰は江戸に行っても、ぶっ飛んでいるんだぜ。1853年、ペリーが軍艦4隻と共に浦賀に現れ、日本に開国を求める。黒船を見て衝撃を受けた松陰は、直接自分の目で海外の実情を確かめたいと考えた。そのために日本各地を回っていたんだものね。絶好のチャンスだわ。翌年の1854年、同志の金子重之助と共に、下田に再来航したアメリカの軍艦に乗り込み、米国へ密航させてほしいと交渉するが、失敗してしまう。ちょっと待って、直接黒船に乗り込んで、アメリカに行こうとしたってこと？そういうことだな。だって鎖国中だし、英語は喋れないだろうし、とにかく海外に渡らなきゃ、って思いだけだったのかもな。すごい行動力だぜ。密航は失敗したんでしょうけど、その後はどうなったの？二人は実施、江戸の伝馬朝国から、萩野の山国に投獄されることになった。そりゃそうよねー。幕府からしたら、すごい危険人物だものね。松陰は野山国に投獄されるが、学問に対する意欲は旺盛で、日々読書に勤しんだ。野山国にいた1年2ヶ月の間に、読んだ書物は600冊以上に上る。そんな時でも勉強し続けたのね。さらに読書に励む傍ら、他の囚人たちと交流し、松陰が孟子を講義する一方、俳諧や書道などを囚人たちから教わった。獄中で新しい学問にも出会ったってことね。孟子を講義していくうちに、孟子の教えである国家にとって最も大切なのは民であるとの言葉に改めて感激し、その志と幕府の政策との落差に悲しみ、尊王攘夷思想に傾倒していった。当時の幕府は民のことを見ていない、って感じたわけね。1855年に松陰は獄を出て、実家である杉家に幽閉されるが、獄中講義が評判となり、松陰のもとに、親類や近所の若者たちが教えを請いに集まってきた。そして松下村塾を主催することになったんだ。有名な松下村塾は、ある意味獄中の経験があったから、生まれたものなのかもしれないわね。松下村塾では、身分や階級に関係なく誰でも学ぶことができ、時間割もない自由な雰囲気で、塾生が来たれば昼夜を問わず授業が始まるものだった。本当に学びたい時に学べるって素敵ね。松陰は塾生一人一人の個性を尊重して、その能力を伸ばすよう指導した。
また、従来の需要だった書物の解釈にとどまらず、時事問題を題材にした活発な議論も行われたそうだ。詩の教えを押し付けるのではなくて、みんなで考えて学ぼうってことね。塾生の渡辺光三は、松下村塾の松陰について、言語甚だ丁寧にして、村塾に出入りする門人のうち、年けたる者に対しては、大抵あなたと言われ、世などごとき年少に対しては、お前など言われたりと残している。この時代では考えられないくらい進歩的な関係ね。松陰は人生において最も基本となる大切なことは志を立てることである。そのためには、まず私利私欲を除いた心で、一体自分がこの世で何ができるか、何をすべきか真剣に考えなさいと説いた。考えさせられるわね。塾内には、肥事帳目という新聞風の冊子を置いて、自由に閲覧できるようにし、塾生が政治に関心を持つきっかけとなるようにしていた。どんどん新しくたくさんの情報を入れなさいってことね。松下村塾で教えた期間はわずか1年余りだったが、94名もの塾生たちを育て、小坂源瑞、高杉晋作、伊藤博文、山形有朋など、やがて明治維新の原動力となる人材を育て上げることになった。すごいわよねー。みんな明治維新や、この明治政府で重要な働きをする人ばかりだもの。松陰が日本を作ったと言っても、過言じゃないと思うわ。しかし幕府は相変わらずで、朝廷に無断で、日米修好通商条約に調印してしまう。それを知った松陰は、幕府の外交政策を批判する意見書を藩に提出するなど、次第に言動がエスカレートしてしまう。日本の未来を憂いてのことなのに、藩の重役は、松陰の自由勝手な発言を許してはならないと判断し、再びの山獄に入れられることになる。また投獄されちゃうのね。松陰は幕府や藩に絶望して、庶民の中から志のある者が立ち上がるべきだと草莽屈起を唱えるようになる。草莽屈起？役人ではなく草の根に隠れているような民間の志ある人が奮い立ち、日本を変革するために立ち上がるべきだと唱えたんだ。そんなことを聞いたら、松下村塾の塾生たちは立ち上がるんじゃない？そうだ。この松陰の意思は、塾生たちに強い影響を与えた。他に坂本龍馬も影響を受けたと言われてるぜ。だがそんなところに安政の大獄が起こる。聞いたことあるわ。徳川幕府大老の井伊直弼が、幕府政治を批判する人々を取り締まり始めたんだ。そして松陰にもその疑いがかけられ、江戸へ送られることになった。また投獄されちゃうのね。松陰が江戸に送られた理由は、安政の大獄で獄死した尊王攘夷の志士である梅田雲浜が、萩で松陰に会ったことを話したためだった。会ったことが怪しまれたの？江戸の養生所は、梅田雲浜と話した内容と、今日の御所に文書を置いたのではないかと問いただした。しかし松陰はこれを認めず、養生所もその主張を受け入れた。よかったわ。そこで松陰は、この際幕府に自分の意見を聞いてもらおうと、老中真鍋秋勝を襲撃する計画を立てていたことを話してしまう。どうして？必ず自分の思いは届くはずだと考えたんじゃないかな。しかしこの時に松陰の運命が決まることになってしまった。老中の暗殺だものね、刑は決まっているわ。死を覚悟した松陰は、家族への英傑の書と門下生たちに向けた遊魂録を伝馬町牢獄で記した。松陰の処遇は？1859年10月27日、養生所から死罪が言い渡され、即日処刑が行われることになった。30歳という若さだった。やっぱりそうなのね。死に際しても平静かつ潔い松陰の姿に、首切り役の山田浅右衛門などは胸を打たれ、その様子を後々まで回顧した。どんな様子だったの？いよいよ首を切る刹那の松陰の態度は、実にあっぱれなものであった。悠々として歩き運んできて、役人どもに一憂し、ご苦労様と言って探査した。その一糸乱れざる堂々たる態度は、まくりも深く感嘆した。とある？最後まで堂々としていたのね。松陰の時世の桑見旗と日、武蔵の延べに、口ぬとも、勇気かまし、大和魂というものだ。私が死んでも、国を思う気持ちは残り続ける。ってことね。この歌から始まる遊魂録は、門下生や塾生たちへの遺書であり、そこに込められた松陰の意志は志士たちに受け継がれ、やがて倒幕への原動力となっていったんだ。松陰の死で、倒幕運動は高まっていったんだろうけど、松陰が生きていたらどうなったかも見てみたかったわねー。そうだよな。高潔な人物なのは間違いないんだが、ところどころぶっ飛んだエピソードがあって、人間的な魅力がある人だったんだと思うぜ。すっごく純粋で、思ったら突き進む人だったのかもしれないわね。さて、たくさん話したし、一旦お茶にしようぜ。さっき食べた大福がちょっと甘めだったから、今度は塩っ気の強い大福が食べたいな。さっき食べた大福？あ、しまった。やっぱり犯人はマリサだったのね。すまんすまん、代わりにしょっぱい塩大福を買ってくるぜ。もう今すぐ行ってきて。それじゃあご視聴ありがとうございました。こんにちは、ゆっくり霊夢と。
ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサは大河ドラマになるなら、どの歴史上の人物のドラマが見てみたい？そうだな。有名どころなら、木曽義仲、か、立花宗茂、かな。あ、両方も、巴御前と銀千代がいるから、夫婦者としても面白そうね。そうだろ、あとマニアックなところだと、百合君政、や、吉良上野介、それに、ジョン万次郎、とかかな。ええ、そんなマニアックな人をドラマにしても、盛り上がるかしら。マニアックだから、その人の人生や功績が地味だなんて思っちゃダメなんだぜ。たとえ教科書に一行しか出なくても、全く登場しなくても、すごい人はたくさんいるんだ。そうかもしれないわね。坂本龍馬だって、教科書から消えそうになってるけど、歴史上たくさん重要なことをしてきたことはわかってるものね。そうだ、ちょうどいいから、坂本龍馬にちなんで、今日は、ジョン万次郎のエグすぎる人生、について紹介しよう。ジョン万次郎、坂本龍馬と関係あるの、気になるわ。それじゃあゆっくりしていってね。じゃあまずは、万次郎の異国との出会い、まで紹介しよう。あ、やっぱり、ジョン、っていうくらいだから、外国と関係あるのね。1827年、万次郎は土佐清水市中浜の貧しい漁師の家に、二男三女の次男として生まれた。土佐か、龍馬と同じ出身地ね。9歳で父を亡くした万次郎は、近所にで稼ぎに出ていた。ちなみにこの頃から母親の手に負えないくらいに活発だったようだ。たくましい子だったのね、何かエピソードはあるの？ある日のこと、万次郎は石臼の中に砂利を入れて米をつくと、早く精米できることに気づいた。しかし家の主人は大激怒してしまう。どうして？砂利を入れると、粉々になる米が混じって品質が下がってしまうからだ。万次郎は認めてもらえず家を飛び出してしまった。米まで砕いちゃうのね。そりゃダメだわ。手に負えない万次郎少年だったが、そんな時に港には宇佐の船が入っていた。そこで万次郎の母は、彼を見習いの漁師として雇ってもらえないか船頭に交渉した。漁師の子だし、やんちゃで体力が余ってるなら、見習い漁師は向いてるかもね。無事に船で働かせてもらうことになった万次郎だったが、なんと無人島遭難事件が起こってしまう。え、遭難したの？1841年1月、万次郎が14歳の時、その年の初漁で仲間4人と共に、長さ8メートルの小舟に乗って漁に出るが、3日後にしけにあって漂流することになった。小さい船ででしょう、怖いでしょうね。さらに6日後、土佐清水市から海上760キロ南の太平洋の孤島、鳥島に漂着した。無人島にたどり着いた5人は、漂着から143日間雨水をすすり、アホウドリや魚を食べ、どうにかして命をつなぎ止めた。へえ、たくましい、けど、いつまでも無人島では暮らしていけないわよ。無人島生活143日後、ウミガメの卵を食料にするためにこの島にやってきたアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号によって発見され、助けられたんだ。アメリカの捕鯨船、でも待って、この時代って、そうだ。当時の日本は鎖国の時代で、外国船は日本に近づくことさえ難しく、万次郎たちは日本に帰ることができなかった。たとえ帰国したとしても、外国人と接触したということだけで命の保証もないのよね。実際に、1837年に漂流者を助けて浦賀に入港しようとしたアメリカのモリソン号が撃退される、という事件があったばかりだったしな。日本人なのに帰れないって辛いわねー。ジョン・ハウランド号のウィリアム・ H ・ホイットフィールド船長は、5人の漂流者たちを安全なハワイへと連れて行くが、なんと万次郎はここで一人アメリカへ渡る決心をした。ええー。確かに日本に帰れない状況ではあるけど。すごい決断ね、残りの4人はどうしたの？一部の人はハワイに残されることとなった。ハワイで一生を過ごすのか。バカンスだからいいけど、日本に帰りたかっただろうな。残った万次郎の鋭い観察力と、前向きな行動力は船長らに認められ、早速、ジョン・ハウランド号から取った、ジョン・マン、という愛称をつけられた。船の名前から、ジョン、がついたのね。万次郎が救出されてから2年後の1843年、船はアメリカ最大の捕鯨基地である、マサチューセッツ州ニューベッドフォードに寄港した。ってことは、万次郎は？万次郎は日本人として、初めてアメリカ本土の土を踏んだ人物となったぜ。すごい、アメリカではどうしてたの？じゃあ次からは、万次郎のアメリカでの暮らし、について見ていこう。万次郎の訪れたアメリカは、西部開拓の時代だった。大草原の小さな家、の時代ね。ホイットフィールド船長は、誠実でたくましく働き者の万次郎を我が子のように愛し、ふるさとのフェアヘイブンに連れ帰って、英語、数学、測量、航海術、造船技術などの教育を受けさせた。ある意味、日本人留学生の第一号でもあったわけね。やがて、
学校を卒業した万次郎は、捕鯨船に乗って7つの海を航海する。二度目の航海を経てフェアヘイブンに戻った万次郎が見たのは、カリフォルニアで起こったゴールドラッシュだった。おお、これもアメリカの歴史では、大事なところよね。万次郎は、日本へ帰国するための資金を得ようと西部に向かい、600ドルを稼ぐと、直ちに漂流仲間のいるハワイへと向かった。仲間のことを忘れてなかったのね。優しい人だわ。1851年2月、二人の仲間と共に万次郎は琉球に上陸した。漂流から10年後のことだった。ここからは、帰国後の万次郎の出世、について見ていこう。日本に帰ってきたのはいいけど、大丈夫だったの。約半年の間、琉球に止められた後、薩摩、長崎へと護送されて取り調べを受け、翌年の夏ようやく土佐へ帰ることができたそうだ。特に薩摩では歓迎されたそうだぜ。そうなの。その時藩主だった島津成明は、ランクセ、と呼ばれるほど西洋の学問技術を好み、開国と布国強兵が必要であると理解していた人物だったからな。それなら万次郎がアメリカで手に入れた知識は、どんどん聞きたいわよね。一行は手厚い艦隊を受け、47日間もの期間、万次郎は身につけた知識を薩摩藩に伝えた。その後薩摩藩から、長崎奉行に送られることになった。海外からのものは、一度長崎に集まるようにしてたものね。しかし万次郎はそこで踏み絵を行い、宗教的に問題がないか調べられ、いきなり9ヶ月もの間、牢に入れられてしまう。やっぱり疑われちゃったのね。時代が変わりつつあるとはいえ、当時は黒船が来航する少し前のことだ。鎖国を破った万次郎には、厳しい処分が待っていた。好きで鎖国を破ったわけじゃないのにね。そして万次郎の身柄は、出身地である土佐藩へ送られた。そこで万次郎はいきなり、上古者、という最下級の士分に取り立てられた。貧しい養子の子が、士分に、すごい出世してるし、土佐藩も万次郎を大事な人物としたのね。激動の時代だったからな。幕府も各藩も西洋の情報を必要だったんだろうな。万次郎は名字帯刀を許され、出身地の中浜を取って中浜万次郎を名乗ることになった。そういえば、黒船が来たのっていつだっけ ?1853 年6月だから、万次郎が帰国して2年後のことだな。黒船ってアメリカの船だったでしょ。じゃあ万次郎にいろんなこと聞いたりさせたいんじゃない?だから幕府は万次郎を、直参として江戸に呼び寄せた。そして万次郎も、開国への思いを込めて老中らの前でアメリカの事情について語すこととなった。なんたって、アメリカの生活やゴールドラッシュまで経験してるんだものね。しかしその有能さゆえに、水戸藩など保守的な藩からはアメリカのスパイではないかと恐れられ、ペリーの第2回目の来航時の通訳のメンバーから外されることになった。この時の幕府って、すっごいおまぬけに感じる時があるわ。まあ新しいことを起こすってのは、いつの時代も難しいもんだな。次は、万次郎の2回目の渡米、について見ていこう。え、またアメリカに渡ることになったの?日本での万次郎は、翻訳、造船、航海、測量、捕鯨などを主な仕事として務めていたが、1860年、万次郎が33歳の時、再び活躍のチャンスがやってきた。1860年、幕府は、日米修好通商条約、批准のために、初の公式海外使節団をアメリカに送ることになった。そしてこの時、万次郎は、咸臨丸、に乗って通訳として、また事実上の船長となった。操船技術も最先端、もちろん英語はペラペラ。まさに万次郎のための仕事ね。咸臨丸の船上には他に、歴史上重要な人物である勝海舟と福沢諭吉の姿もあった。歴史上の人物と、どんどん出会っていくわねー。ハワイでは恩人のデイマン牧師と再会を果たした。デイマンはホイットフィールドに、彼が育て上げたジョン・マンが、祖国で立派に役割を果たしている、と手紙で伝えたそうだ。国を超えた愛情ね。ホイットフィールド船長も嬉しかったと思うわ。万次郎は普仏戦争の視察のため、欧州へ派遣された。その途中、万次郎はアメリカ・マサチューセッツ州フェアヘイブンにて、懐かしい人物と再会した。あ、まさか。そうだ。ホイットフィールドだ。彼は万次郎が祖国で立派に役割を果たしていることを、大いに喜んだそうだ。父親を早く亡くした万次郎にとっては、アメリカでできたお父さんだったのかも。そしてヨーロッパに向かったが、ロンドン滞在中、足に潰瘍ができてしまったことを理由に、万次郎は急遽帰国することになる。ここからは、2回目の帰国後の万次郎、について見ていこう。もう明治政府に変わっている時ね。確かに時代は変わったものの、万次郎には明治政府でも反発政治が行われ、腐敗も目に余るものがあった。そうか。万次郎もやっぱり、日本を変えたい、って思って、いろんな仕事をしてたのよね。しかも明治政府も万次郎に頼る必要はなくなった。帰
帰国した留学生や、お抱え外国人を雇えば済むことだからな。万次郎の居場所がなくなっちゃったのね。1884年にデイマン牧師が来日した。もちろん彼は旧友であるジョン・マンに再会しに行ったんだが、そこで驚くことを聞いた。え、何？万次郎はもう亡くなっている、という知らせだ。嘘？この知らせは嘘だった。万次郎は世間から忘れられていただけで、生きていたんだ。よかったわ。じゃあデイマン牧師は、万次郎に再会できたのね。デイマンは幸福な一家の父親となった万次郎に再会したが、その姿に嘆いたそうだ。どうして？あれほどまでに日本の開国に尽くした万次郎なのに、財産も何もなく、子息の扶養に頼って暮らしていたからだ。明治政府はジョン万次郎の功績に報いることはなかったのね。そのままひっそりと静かな余生を過ごし、1898年の72歳にジョン万次郎こと中浜万次郎は亡くなった。なんでこんなに有能な人物のことが、まだ埋もれているのかしら。万次郎の功績は、日本よりも逆にアメリカで高く評価されている。アメリカ建国200年の時、スミソニアン研究所が催した、海外からの米国訪問者展では、わずか29人の中に、万次郎が選ばれている。日本よりアメリカで高く評価されてるなんて、不思議な話ね。坂本龍馬の外国に対する開眼も、万次郎の体験を伝え聞いたことからだ。龍馬とは直接会ってはいないのね。ペリーが来航後に土佐に帰った龍馬は、蘭学に詳しい石の川田昭雄から、万次郎のアメリカでの生活事情や民主主義をもとに、近代的な国づくりを目指したと言われているぜ。龍馬の、亀山社中、とかも、アメリカの民主主義から影響を受けたのかもね。万次郎は他にも板垣大輔、中江町民、岩崎弥太郎などに多大な影響を与えたとされている。それだけ重要な人物だったのね。どうだ霊夢、ジョン万次郎のドラマ、見てみたくないか。見たい見たい。実は、ジョン万次郎を大河ドラマに、っていう署名もあるんだぜ。私署名しようかな。絶対面白そうだもの。映画化の話もあるけど、なかなか実現しないんだよな。あ、でもミュージカルはあるんだぜ。ミュージカル？ジョン万次郎の夢、ってやつだ。テーマ曲の、心を開いて、も名曲だから、一度感激するのもおすすめだぜ。へえ、じゃあマリサ、今度一緒に行きましょうよ。それじゃあご視聴ありがとうございました。